皆さんこんにちは。こんにちは。美術大学校に島園と申します。今日はゲノム問題検討会議という、私もそのメンバーで、浜田さんもそのメンバーでございますが、その主催で、公開座談会ということで、ジャーナリストと文学者と市民が語る集いでございます。ようこそおいでくださいました。ゲノム編集技術はどのような未来をもたらすのかという話題にございますが、最近新聞紙面を賑わしておりますので、ここにおいでの方はいろんなルートでこの関心をお持ちの方だと思っております。大きなニュースで報道されてましたのが11月の27日か8日かそのあたりでございました。香港で、国際サミットで、生命科学のこの分野を研究している人たちが集まりまして、議論をしたわけなんですが、要するにゲノム編集をした子どもが生まれたというこういうニュースで、世界も驚いたという大丈夫なのかということでございます。で、本当に生まれたのかしらということでございましたが、皆さん今日お配りしております資料のに載っております新聞記事、1月22日付、今日は新聞記事は大体毎日新聞でございますが、22日の記事で、これは中国当局ですかね、調査チームが、実際本当に生まれてるんだと認定したというですね、もう一人ということで3人どうも生まれたらしいということでございます。裏情報としてはこれは犯罪であるということで、この科学者ガケンケイさんという日本語にするとガケンケイさんヘイジャンキーという人ですけれども、この人が処罰されるだろう、一説によると死刑になるだろうということなんですが、どういう罪でどうしてそんなことになるのかもよくわからないということでございます。最近のごく最新のニュースとしては、実はアメリカの研究者がそれに関わっているというようなことがありまして、まだまだわからないことが多いのですが、大変新たな展開、人類の未来に関わることがこの分野で起こった、市民に大いに関心があるのは、これは単に科学者や、この技術で治療を受ける可能性がある人たち、という問題にとどまらない、人類社会の未来に関わる問題です。で、今すぐには何か利益があるけれども、将来的には何か非常に危ういことが起こるんじゃないかというのは、何か原子力とも似ているような話で、私は科学技術の進展に倫理が追いつかないと言っております。今日の集いはその倫理といっても、これは市民と共に考え、討論形成によって、国民社会が意思決定し、さらにはグローバルな市民社会の意思というものが反映されなければならないと思っております。そういうことで今日は島園と、それから毎日新聞の論説委員であります青野理事さん、この分野も長い実績のあるジャーナリストでいらっしゃいます。それから天笠圭介さんも消費者問題、消費者リポートというものを何十年も編集されておりまして、1980年代ぐらいから遺伝子操作の問題が出ておりますが、その頃からずっと追っかけてこられたお二人でございます。私の方は宗教学という観点から、人文学ですね、つまりこれは人の生き方に関わる問題なので、いわば哲学、倫理、宗教というレベルで考えてはならない、そういう立場から取り組んでおります。2003
1997年にクローン羊ドリーが生まれたというニュースがありまして、その時の騒ぎと今回の騒ぎはちょっと対応しているようなところでございます。まあ、人間を作り変えることができるということだことになるわけですが、まあ、このことの危うさをどういうふうに認識し、どういうふうに、まあ、国民市民社会の態度を決めていくかという、まあ、こういうことが今日も話題になるかと思います。まあ、3人で順番に10分ずつぐらいお話をしまして、そこから並んで、トークということにしたいと思っております。まず最初に、天笠さんの方からですね、まあ、生物、まあ、ゲノム編集、今言っておりますゲノム編集というのは、1990年代からあるけれども、2012年にクリスパーケス9という、まあ、第3世代のゲノム編集というのが開発されまして、これまでとは格段に効率的に、遺伝子の操作ができるということなんですね。で、それでまず生物、つまり農産物や畜産物の領域ではもうガンガンとその研究が進んでおります。これもどこまで進めていいかという問題があるわけですが、さらに人の方へ今度展開していくということで、まあ、そのあたりの全体像を踏まえたお話をまず天笠さんにお願いしたいと思います。では天笠さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。まあ、遺伝子の問題はやっぱり大きな、まあ、ターニングポイントといいますか、大きく変わったのは1991年にですね、アメリカが国家バイオテクノロジー戦略というのを打ち出した時がやっぱり大きな変化の出発点かなと思っているんですけども、まあ、これは91年私、年表を作成してまいりましたので、それに基づいて話したいで、なんでその、まあ、この年が大きなターニングポイントだったかといいますと、もともと遺伝子組み換え技術というのが、まあ、1970年代後、まあ、中頃に非常に簡単になりまして、で、まあ、そこからまあ、いろいろな問題がですね、まあ、進出していく。で、遺伝子を組み換えるって生命を操作するっていうのはどういうことなのっていうところから始まるわけなんですけれども、80年代にですね、いわゆる遺伝子がですね、特許になる。で、これがやはりアメリカ中心ですけれども、この特許になるってことがですね、非常に大きなポイントになってしまうんですね。で、この遺伝子が特許になることによってですね、まあ、いわゆる遺伝子をその特許化することによって、いわゆる金儲け、いわゆる企業経営、まあ、言ってますと経済の論理に乗っかるということが始まるわけですね。で、それ、まあ、それに伴いましてアメリカはですね、遺伝子特許というのを、まあ、抑えろという戦略ですね。まあ、これが1991年のアメリカの国家バイオテクノロジー戦略というのが打ち出された時なんですね。で、まあ、これによってですね、まあ、おそらく皆さんもよくご存知だと思うんですけども、例えば種の分野といいますと、モンサント社がですね、遺伝子を特許として抑えていくわけです。で、それによって種子支配を貫徹していきまして、で、種子を支配するということが実は食料を支配することにつながっていくわけですね。で、経済の論理がですね、そういう遺伝子、すなわち金儲け、これをですね、抑えることによって、いわゆる市場経済を制圧できるという考え方がですね、非常に強まったのがこの90年代だったんですね。で、95年にですね、特にそれがですね、拍車がかかったのは、1995年に WTO が設立されました。で、まあ、これがご存知の方も多いと思うんですけども、その前年にマラケシュ協定というのがありまして、94年にで、その中にですね、いわゆるトリプス協定というのが、いわゆる知的所有権に関わる協定という、まあ、特許などのですね、知的所有権に関わる、協定というのがですね、結ばれるわけですね。で、まあ、これがですね、やはりいわゆる WTOの中でですね、この分野というのは大変重要、まあ、重きがなされた分野なんですね、実は。で、
これによってですね、特許を抑えるということがいかにいわゆる企業、世界のですね、企業の支配の中でですね、重要かという、いわゆる経済支配の中で重要かということが浮き彫りになっていくんですね。で、これとですね、バイオテクノロジーのいろいろな開発がですね、まあ、並行していくわけです。で、いわゆる、まあ、今回のゲノム編集に関してもですね、特許の数というのはおそらく、何百っていうわけですけれども、まあ、基本特許と応用特許というのがありますので、まあ、いろいろありますけれども、まあ、例えば基本特許でクリスパーキャス9の特許をどこが抑えるかみたいな、そういう、まあ、激しい争いも起きましたけれども、まあ、こういうおそらくこの激しい特許戦争が起きておりますけれども、まあ、こういう流れができる。で、これが実はですね、バイオテクノロジーの発達とその特許というものが絡んでですね、遺伝子の問題がですね、まあ、様々な、まあ、クローンとかバイオテクノロジー、まあ、いろいろありますけれども、そういう問題がですね、経済的なですね、ものを中、まあ、いわゆる動きを中心にですね、展開されてまいりました。まあ、ですから私たち科学というものがですね、昔ですと例えばアカデミズムという言葉がありましたけれども、例えばそういう科学がですね、本当に言ってますと真面目な科学者がですね、真理の探求というような形でですね、あるいは生命もですね、本当に本質を探っていくというようなですね、まあ、そういう科学がですね、ずっとあったわけですけれども、まあ、それがですね、経済の論理の中でやっぱりずっと流れが大きく変わってしまった。またで、まあ、これがですね、今の状況を作り出している最大の原因じゃないかなと思っております。で、その中でですね、まあ、どうしたら歯止めがかけられるんだろうか。で、一つはですね、先ほど島薗先生がおっしゃられたように、まあ、いわゆる生命倫理っていう問題があるんですね。で、私たちから見ますと生命倫理っていうのがですね、どこまで歯止めがかかるんだろうかと非常に懸念されるんですけども、昔からよく政治倫理と生命倫理というのは割合と似てまして、で昔よく何とかさんが出てきた時に倫理倫理とスズムシのようにという表現がありましたけれども、生命倫理っていうのもそういうところがありまして、言ってますと次から次へと歯止めを失ってきているという状況もありまして、なかなかやっぱりですね、これが歯止めにならないっていうのも現実。まあ、ただある程度歯止めになっていることもまた間違いはないということでありまして、今回の中国での赤ちゃん誕生なんかを見ますと、やっぱり国際的に生命倫理というのが大変に大きな意味を持ちましたけれども、まあ、そういう意味ではある程度は役に立つといいますか、で、アメリカなどのですね、生命倫理の議論を見てまいりますと、昔からずっと青野さんもずっとそうなんですけども、島薗さんもずっといろんな生命倫理の問題を見てこられた方々なんですけども、例えば臓器移植の問題が起きました。で、臓器移植、まあ、いわゆる脳死臓器移植の問題が起きたときに、アメリカの大統領のですね、本当にね、議論、まあ、生命倫理に関する議論、いわゆるこれはですね、ものすごい量やってるんです。もう徹底して私たち報告書を見るともう呆れるぐらいにやってるわけですね。で、やってるんですけども、例えば脳死を臓器、まあ、いわゆる脳死を死として認めるという、一旦それがですね、線引きが行われますと、瞬く間にですね、どん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 、いわゆる脳死移植が進むわけなんですね。いわゆる線を引くことによって、まあ、ここまではやっていいですよ、でここから先はやっていけませんよということが決まると、そのやっていいところまでは徹底してやるようになってしまう、まあ、これがアメリカなんかのですね、生命倫理を見ますとそういう流れがありまして、でこれで本当に歯止めになるのだろうかなっていうのはやっぱり、まあ、非常に懸念されるところでありますけども、まあ、それにしても、まあ、今回は ある意味ではこの中国の出来事がですね、ある意味では衝撃になったっていうのが一つありまして、まあ、これが一つの日本でもですね、いやこれが生命倫理の中で、まあ、大事な歯止めにができるんじゃないかなっていわれる、実際には赤ちゃんに応用してどうなんだろうかなっていうところはやっぱりすごく感じました。変な話ですけど、中国での出来事が日本での歯止めにつながっていく可能性は高いなっていうのは一つあります。だけど
その他にもいろいろありまして、歯止めというのが。でもう一つですね、このゲノム編集の問題で、環境問題ですね、環境問題での歯止めというのが あるわけです。でこれは生物多様性条約というものでありまして、まあ、そこにカルタヘナ議定書という議定書がありまして、でこれが一つの歯止めの役割を果たすものになっているんですね。で聞いたことありますかね、カルタヘナ議定書。なかなかあまり聞かれないかもしれないですけども、生物多様性条約の中で、まあ、遺伝子組み換え生物等のですね、いわゆる改造した生物についてのついては環境への影響を評価しなくちゃいけないというですね、まあ、こういう一つの歯止めがあるんですね。でこの生物多様性条約は92年のリオのサミットでですね、一応合意されまして、でものなんですけど、まあ、その生物多様性条約の中でも改造した生物、いわゆるバイオテクノロジーの規制について別個規制を設けなさいという形で、作られたのがカルタヘナ議定書というわけですね。でカルタヘナというのはコロンビアの都市名なんですけども、まあ、例えば京都議定書のように都市名が付けられるんですね、議定書で、まあ、そういうカルタヘナというのはそういうものなんですけど、でこの議定書ですけど、今回、まあ、実はですね、時代が飛びまして、まあ、今年、去年の話になるわけですけども、去年の6月にですね、安倍首相ですね、安倍首相のこの、いわゆる閣僚会議というのがですね、統合イノベーション戦略というのを、まあ、打ち出すわけです。で、この統合イノベーション戦略の中で、ゲノム編集について、いわゆる法的規制ですね、法的規制についていわゆる整理しなさいっていうですね、指令が出されるわけです。で、じゃあ法的規制、あるいはそのいわゆる倫理ですね、倫理による、まあ、指針で、まあ、倫理じゃない、指針ですね、指針による規制について整理しなさいっていう、まあ、方針が、まあ、出されるんですけど、まあ、それに基づきましてですね、まあ、6月ですよ、6月に、まあ、こういうのが閣僚会議で決めますと、7月にですね、環境省はもう動き出すわけです。環境省はですね、カルタヘナ議定書において、このゲノム編集についてどう対応するんだっていうことが動き出すわけね。でそして、もう9月、去年の9月にはもう決まるわけです。まあ、言ってます、6月に指令が出されて、7月に議論が始まって、9月にはもう決定するという、もうめちゃくちゃスピードでですね、対応が図られるわけです。でまあ、それで、まあ、ゲノム編集についてはいろいろと後で、まあ、細かい話はなかなか難しいんですけども、まあ、例えばですね、ゲノム編集の一番の基本は DNA を切断して遺伝子を壊すわけですけど、この DNA を切断して遺伝子を壊すゲノム編集に関しては規制の対象外にするということを決めるわけです。カルタヘナ議定書の国内法ですね、国内法において、でそのまあ決まった、まあ、その時ですね、その時9月にはですね、今度は食品衛生法ですね、で食品衛生法でゲノム編集についてのその食品としてどうするかっていうですね、いわゆる食品の安全審査、これをどうするかっていうのであります。 でそれについてまあ決めようってわけでして、ゲノム編集についてですね、で、まあ、応用した、まあ、ゲノム編集を応用した食品についてどうするか。でこれがもう実はですね、今年の1月17日に最後のもう判が出されまして、もう今すでにもうパブリックコメントが求められまして、でそういうもうおそらくもう駆け足もいいところなんですけど、まあ、それでもう決まりまして、もうほぼ決まったわけですね。でそれによりますと、環境省のものよりももっとひどいことになっちゃった。で環境省の場合 3つの段階に分けてるわけですけど、まあ、いわゆる DNA を切断して遺伝子を壊す、まあ、ゲノム編集ですね。でもう一つが、遺伝子を壊したところにですね、1から数塩基という非常に短い DNA を入れてですね、これはとどめを刺す考え方ですよね、もう遺伝子の働きを完全に止めるやり方ですけど、そういう1から数塩基入れる方法、それからもう一つがですね、切断したところにですね、たくさんの遺伝子、いわゆるたくさんじゃない非常に大きな DNA で遺伝子を入れる、でまさに遺伝子組み換えなんですけど、遺伝子を入れるとこの3段階に分けたんです、環境省は。でその第1段階に関しては規制を外すとしたんですね。
でそれに対して食品衛生法ではですね、どうしたかといいますと、その3段階一応分類は同じなんですけども、あの DNA を切断して遺伝子を壊すということに関しては、まあ、あの規制の対象外で、1から数塩基入れて、あの、まあ、いわゆるとどめを刺す、まあ、遺伝子の働きを完全に壊すというやり方に関しても規制の対象外にした。カルタヘナでは規制の対象内にしたものを対象外にしたんですね。でさらに問題なのは、さらに遺伝子を導入して、そしてまあ遺伝子を組み換えした場合でも、あのその戻し交配などによってですね、あの遺伝子、その遺伝子を除去すれば、遺伝子を除去すればその規制の対象外としたんです。で食品衛生法ではですから、完全に規制の対象となるのは、まあ、言ってみますと、遺伝子を導入してその遺伝子が残った状態で遺伝子が働いてるだけ、これだけが規制の対象になったんですね。これが今ファブコメのことで、まあ、こういうことで、もう一つはですね、まあ、生命倫理の問題で言いますと、その去年のですね、9月に、まあ 厚労省と文科省の、まあ、合同の有識者会議、これ正式名称があまりにも長いもんですから、新聞でも必ず有識者会議という言い方をしてますけど、これが基礎研究に限り人肺でのゲノム編集を容認するということで、まあ、いわゆる基礎研究で、あのいわゆる何て言うんですかね、赤ちゃんを作っちゃいけませんよと。だけど基礎研究は OK ですよというですね、まあ、この線引きがあのどうなるかっていうのは、これ後で青野さんの方からいろいろと話があると思いますけれども、まあ、この辺もあの一応今年度中に決着がつけられるわけです。ですなわちあの6月にですね、去年の6月に統合イノベーション戦略がスタートいたしまして、まあ、それでですね、あの、統合イノベーション戦略があの一応指令を出した途端にですね、安倍内閣が指令を出した途端にゲノム編集が動き出して、全てが今年度中に決着がつけられることが決まったわけです。まあ、早い話が本当に何て言うんですかね、あまりにも拙速といいますか、あの ひどい状態で進んでるなっていうのが今の状況。まあ、ということで、あの、細かい話と、まあ、私はその今の状況についてお話しましたけど、細かい話やまたあの、特に生命倫理の問題については青野さんの方からお話しいただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ続きまして、あの青野さん、よろしくお願いします。ご紹介いただきました毎日新聞の青野さんです。先ほど先生、論説委員からおっしゃってくださいましたが、あの社説も書くので、あの業種としては論説委員としても構わないですけれども、正式名称を習ったらしいここにあるのがついております。それから別に変わっているところにするもうちょっと大きい声で喋らないといけないんですか。あ、じゃあなるべく大きい声で、何でしたっけ。いや、申し上げるまでもありませんが、今日は私がお話しすることは個人的な意見で、新聞社の意見ではございません。それで出していただきましたけれども、私週に1回コラムを、朝刊コラムを持っておりまして、土曜に書いているのでゴティっていう、普通の人は決してわからないタイトルなんですけれども、たまたま今日のゴティにこれ、見えないと思いますが、何でしたら後でこれをお回し、もうお回し、お参考までにお回ししておきますね。で、これ何を書いたかというと、今お話に出ました、中国の、継続編集デビューの話に絡んでですね、まあ、産婦人科、今どこというタイトルをつけているように、さっきお話に出てきたその、まあ、表に出るが県警、日本読みでが県警さんは、この人は医師ではないわけですね。PhD で、生物物理学の PhD を、博士号を、アメリカで取ったという人なので、医師ではないので、実際にこのゲノム編集ベビーを作るときには必ずや、産婦人科と組んではなくてなんですけれども、まあ、その人たちというのは表に出てきてないので、ってどうなんでしょうみたいな話を聞かれちゃったのをいろいろと書いたっていうものです。で、とりあえずそれは置いといてですね、次の、まあ、今日はどちらかというとその私の話は中国のゲノム編集的誕生に
どっちかというと特化した話なんですけれども、もう皆さんも何度も気になったかもしれませんが、どういうものだったか、まあ、あの昨年の11月の20何日でしたか、8日です。この賀さんが香港の、サミットに登場してこういう話をしたわけですね。どういう人たちを対象にしたかといえば、夫がエイズウイルス陽性で、その遠征のカップルで8組をグループしましたと。で、うち1組は途中でドロップしたと言って、どの段階でドロップしたのかちょっと定かではありません。で、でどういうことをしたかというと、もう精子洗浄した後に顕微授精をしましたと。でそこにクリスパーを作用させて、CCR5遺伝子と呼ばれる遺伝子を、まあ、ノックアウトしようとしたということです。で、まあ、あの仮にルルとナナというふうに、呼んでいるわけですけれども、で一組のカップルが双子を出産したと、いうことですね。で、多分私の知る限りではまだもう一組は妊娠中で生まれてはいないはずだと思います。あの新聞報道を見るともう一組は妊娠中で、少なくとも5組は妊娠しなかったと。であと1組はドロップしているという話のようです。で次のスライドをお願いします。で、この CCR5 の変異というのが、まあ、なぜこれをノックアウトしようとしたかというと、まあ、これ、白人の 1% ぐらいとよく言われるんですけれども、自然にこの遺伝子に変異がある人たちがいて、で彼らは、エイズウイルスに感染しないということが知られておりまして、まあ、それをもとにして、例えばそのもうすでにエイズに感染している人たちの体細胞の遺伝子治療の臨床研究というのは試みられているんですね。まあ、産後社というベンチャー企業がやっていますけれども、そういう遺伝子なんですね。で、賀さんの主張によれば、それは何て言ったんでしょうね、言ってみれば父親がエイズウイルス陽性なわけですけれども、さっき精子洗浄したって で顕微授精しましたと言いましたけれども、このことによって実際にはだから生まれる時にこの子供に、エイズウイルスが感染するってことはないんですね。医学的にこの方法を使えば別に感染するわけじゃないにもかかわらず、この CCR5 遺伝子をノックアウトすることによって、HIV に抵抗性を持たせようとしたことなんですね。まあ、ここが結構問題で、医学的には不要なのになんでそんなことしなきゃならないんだっていうのが非常に重要な一つの問題点があるんですけれども、まあ、ただ試みとしてはそういう試みだったということなんですね。で、香港の香港のごめんなさい、上の方を説明しなかったので、でこれ何言ってるかっていうと、香港でこの人が、発表した、まあ、スライドとか、まあ、話していることとかを見ますとですね、双子のその一人は両アレルをノックアウトされている、まあ、だからお父さんからもらった染色体とお母さんからもらった染色体の対立遺伝子があって、まあ、本当に機能を失わせようと思ったら両方の対立遺伝子をノックアウトして、働きを壊さなくてはならないわけですけれども、実際には片方は両方がノックアウトされているが、もう片方の対立遺伝子しかノックアウトされていないというデータが示されているんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、その片方だけだともう片方が生きてますから、対立遺伝子のこれはお狙い通りのエイズウイルスへの抵抗性とも得られないはずなんですね。で、かたやじゃあもう本当に両方の対立遺伝子をノックアウトした方がどうかっていうと、これこういうその CCR5 の変異でこれが働かない人は、実は他のウイルス、例えばウエストナイル、西ナイルウイルスなどに通常よりも、つまり変異のない人よりも、感染しやすいっていうことが知られているんですね。つまりそういうリスクもある。で、知られていない、遺伝子としてはそこに変異が入っているけど、よく知られている変異とは違うところの変異がどんどん入っているようだって言われていたり、じゃあその影響はどうなんだっていう、まあ、そういう問題も指摘されています。で、次でお願いします。
で、問題、今回もまあもちろん問題になって、まあ、受精卵にあのゲノム編集を加えて子供を誕生させようとした場合の、まあ、非常に大きな2つの問題はオフターゲットと呼ばれるものとモザイクと呼ばれるものなんですけれども、まあ、オフターゲットはつまりターゲットとしている狙いとしている遺伝子ではない別の遺伝子をに変異を入れてしまうという、まあ、ようなことなんですけれども標的外っていうことですよね。でこれについてですね、この方はですね、深さんはですね、受精卵の段階で、着床前診断をしたときに、オフターゲットがこのとき見られたと言っているんですね。もし私のリスニングに間違いがなければなんですけれども、ここで他にも聞いてらして、いやいやそんなことないという方でしたら聞いていただければと思うんですけれども、少なくとも、聞いた範囲、私の聞いた範囲では、そのときにはオフターゲットが見られるんだけれども、だけれども、それは、遺伝子の部分、コンパクトに呼ばれるような遺伝子の部分でもないし、あと転写に関わる部分でもないし、影響はないだろうというふうに言って、これは多分その両親にも説明したということなんかだったと思いますけれども、それで実際にだからそれも移植しているわけなんですけれども、で実はその後にまあ、子供のが生まれてくる時の、まあ、再会ですとかですね、再会とかのそういうものを後からもう一回検査してみるとオフターゲットはなかったとこう言ってるんですね。なので最終的にはガさんによればオフターゲットはなかったという主張しているようなんですけれども、本当にそうかどうかは、まあ、本当にもっとちゃんと調べてみなければ多分わからないことだろうと思います。でモザイクとは何かといえば、まあ、受精卵がこうやってあってこれ卵活が卵活をこう繰り返していって人になっていくわけですよね。でこの時に、そのクリスパーを働かせた時に、まあ、この受精卵が例えば16分割していたとしましょう。そのうちの例えばその狙った変異が8つには入ったけれども残りの8つには入らなかったとかいうことあり得るわけですよね。そうするとそうやってじゃ子供が誕生するとここの細胞には変異が入ってるけどもこっちには入っていないみたいなことになるわけですね。それがモザイクと呼ばれるもので、これも受精卵編集のリスクの一つなんですけれども、これについても現時点であったとは言ってないんですけれども、まあ、これも検証中で本当にどうなってるか分からないというような、まあ、ことになります。で次お願いします。で、まあ、これまでももうルール述べてまいりましたけれども、まあ、一つ何の問題か、さっき申し上げたみたいに医学的には不要なんですね。むしろつまり、エイズウイルスに感染しないで生まれてくることは別の方法で可能なのに、エイズウイルス抵抗性の性質を付け加えたとすれば、それはまあエンハンスメントなんじゃないんでしょうかという見方も出てくるわけですね。いわゆる強化ですね、性質の、その病気を治すとかじゃなくて、性質を付与する、新たな性質を付与するというようなことにも当たるんじゃないかとも言われていますし、まあ、先ほど言ったあとということも申し上げましたけれども、やっぱ生まれてくる子どもにリスクがあるにもかかわらずそれ十分に検証しないままに行っている。で、まあ、いずれにしても規制違反、今の段階でこういうことを行うことは規制、ある国では法律違反ですし、もちろん、まあ、ドイツだの、フランスだのでは明らかな法律違反ですし、まあ、イギリスでもごく例外的な、ちょっと今日今ここでは言いませんけれども、ミトコンドリア絡み以外のものは法律違反になるわけで、また中国とても国の指針に違反してとこう言っているわけで、まあ規制違反で、しかも、通常のこういう、臨床研究をやろうと思ったら必ずは倫理審査にかけて署名なきゃならないんですけれども、ガさんは、その手続きを取ったと言ってたんですね、実はね。でもそれはあとその今年に入って中国当局が言ってることによればそれは偽造であったと言ってるわけで、まあ、実際には取らなかったのではないかと思われてるんですね。であとインフォームドコンセントの不透明さっていうのもあって、これ昨年11月の香港の会議でかなり会場からもそこにいた人たちから質問が出ていましたけども、どういうそのインフォームドコンセントなのか、しかもそれを、じゃあ他の専門家にちゃんと見せたのかどうか、でどういう手続きでインフォームドコンセントを取ったのか、じゃあそのカップルは本当にそれをよく認識していたのかっていうことなんですけれども、ガさんが答えていたのはそれは事前に
複数の、専門家には見せました。あと、同意を取る手続きのところには、アメリカの研究者と、中国の研究者が同席していました。こう言っていましたね。で、インフォームドコンセントのは、あと何が来たんだっけな。だからそれはなんか、まあ、NIH のなんか何かをひな形に作ったみたいなことも言っていたと思います。あ、そうか、もっと、あともう一つは、この、クライアントですね、カップルたちは非常に教育レベルの高い人たちなので非常によく分かっていましたみたいなことを言っていました。でもそれだけで透明性が確保されたかはとても言えないと思います。で、最後にここにデザイナーベビーへの滑り坂と書いておきましたが、デザイナーベビー、まあ、皆さんも聞いたことがあるかと思いますが、その親が望むような、まあ、例えば容姿だと目の色だの髪の毛の色だともちろん今知能をそんな簡単に電子で操作できないですけれども、例えばそういうものが進んでいったらそういうもの、あと運動能力を高めるとか、まあ、そういうものを操作して子供を設けるというのがデザイナーデビューなわけですけれども、そういうものへのまあ滑り坂っていうか、そこへ向かってするぐるっとこう落ちていくその前なんじゃないですかっていう、そういう懸念も言われているわけです。で、次にこうです。じゃあ今言ったみたいな課題が解決さえされれば、こうやって受精卵、人の受精卵をゲノム編集して子供を設けてもいいんですかということが必ずやるんですよ、問題になってくるわけですね。今これルール違反です。なんかもう間違ったこといっぱいしてるからダメダメって言われて、なんかそれ当然ダメですよねってみんな思ってるわけですけれども、じゃあそういうものが解決された、じゃあリスクは大体もうなんかこうリスクがなさそうだねとか、あとちゃんとインフォームドコンセントも取りましたとか、倫理審査もしましたとかっていった場合に、あ、で、医学的にも意味がありますといった場合に、じゃあいいんですかということになるわけですね。でこれはそれからも非常に重要な議論になってくると思います。で、ちなみに、そこの今日のさっきのコラムにも書きましたけれども、このことが起こって、実はそのガさんという人は、アメリカの、まあ、専門家の何人かのところを回って、こういう自分はこういう計画を持っているというのを話してたんですね。話してる、ちょっと話してない、ちょっとどうやるんです。で、アメリカの研究者はそのことやめろって言ってたけれども、現実さんに。あと、まあ、クリスパーのさっき特許争いの話が天野さんに書いてましたけれども、特許争いを、まあ、女性、チェイカーダウンのと、シャルパンゲーの2人と、あとブロード研究所っていうポストにある、研究所のファン・ジャンのチームが、解き合わせをしたわけですけれども、こちら側のブロード研究所の方のファン・ジャンさんが、5年間モラトリアムっていうふうに今言っています。この提訴を受けて、でその間にだからこれはもう時間ですよって言ってるんですね。あ、違う。ごめんなさい、もうやめます。で、何を言おうかと思ったかっていうと、5年間のモラトリアムって言ってることは、5年後には、そういうことは、つまり何かいろんなこと、問題がクリアされれば、やってもいいということがきっと前提になってるんだと思いますけれども、まあ、そういう現実に、じゃあ私たちはどう対応していくんでしょうか、というのが今の、課題だと思いますし、ごめんなさい、さっきなんか私に投げられた基礎研究のシャーレの中の研究の話は全く今できませんでしたので、後で、ご質問とあればお答えすることにいたします。ということで、すみません、長くなりました。はい、誠に、短い時間に実に的確なまとめをいただいて、問題が非常に分かりやすくなっていると思います。で、まあ、私がお配りしている資料がいくつもございますが、実は去年の12月8日に京都で生命分離学会になりまして、その時に学会企画シンポジウムで人の生殖細胞ゲノム編集のルーティンというのがございました。ちょうどですから香港の会議の、まあ、10日後であると思うんですから、普段よりだいぶ人がよく集まって、まあ、メディアの方もよく来られていたということです。で、生命倫理学会はもともと医学系と、人文系が一瞬立ち上げたような学会なんですが、まあ、どっちかというと人文系が今
人文社会系が優位にあるような学会でございます。まあそこで議論をしたことを基礎にお話し、その時に配った、レジュメを表裏にしてございます。4ページ分ということですね。まあ、この11月になって明らかになったんですが、もうそれはかなり早く予見されていた。ですから香港でああいう会議をやったということは、その筋の専門家はもう分かっていてですね、それを世界的に発表するのと合わせて、この、これは正当なことではないぞということを明らかにする、まあ、そういう会議だったということになるかと思います。ですので日本のメディアもたくさんすぐに反応いたしましたし、学会からも声明もたくさん出ました。ゲノム編集学会、これは、まあ、最もその研究の当事者でありますけれども、数日中に出しております。それから医学会と医師会ですね、まあ、これは医療関係の最大の団体2つですけれども、ここも数日で宣伝されております。それから日本学術会議、まあ、これは私も少し関わっているところですが、ここからも宣伝されております。で、まあ、これらは今後も研究を進めていくに上において、ゲノム編集ベイビーの誕生なるものが、どういう意味でまずいことなのかということについて意見表明しておくというふうな私の受け取っております。でその後で人文系産学会の意見、声明というのが出ております。これは1枚別に配ってお配りしたいものなんですが、これは世界という雑誌の2月号に出ております。それから日本哲学会、日本倫理学会、日本宗教学会のホームページにそれぞれ掲載されております。まあ、私日本宗教学会っていうのももう45年ぐらい関わっている学会なんですが、声明を出したというのはこれ初めてです。国の政治に関わる問題で声明を出そうというふうな意見が出ることはありますが、一度もそういうことはしておりません。まあ、そのぐらいこれは重要な事柄なんだということで、哲学、倫理、宗教という、まあ広い意味では哲学の領域ですね、この学会が、こういう声明を出したというのは注目すべきことではないかと思います。で、まあ、先ほどの青野さんのご説明のですね、最後のスライドと最後の前のスライド、何が問題なのかというのをちょっと神野さんまた映していただけますでしょうか。あれがもう実に見事に分かるものなので、要するに上からいくつぐらいのところはですね、まあそんなに大騒ぎすることではないと思いますかね。まあもちろん問題なんだけれども、それがなんでこんな世界的に大ニュースになるのという話だと思いますね。で確かにこのそういう実験をすることによって、まあデータ基準ですね、まあその患者さん、当事者、生まれてくる子どもが非常に不利益を被る可能性がある、親もそれにちゃんとインフォームドコンセントを受けていない等々ですね、まあ、こういうことは普通の倫理委員会で 1,2,3,4,5 いつも起用しているんですね。この6なんです、問題は。こここそが問題だからというのは私の意見です。つまり人類社会の大きな転換に関わることであるという、そこが問題なので、これだけ大きなニュースになるんだと思います。まあ、で次のスライドでですねありますように、で、ここですよね。これをどこかでもう向き合わなきゃならない問題なんですね。ですが研究を進めている当事者、それから天笠さんがおっしゃったような総合科学技術イノベーション会議、これは首相が主催です、ですね、そこに科学者も入っているんですけれども、首相が支配するから、つまり国家戦略、また企業の、その利益を上げて日本の産業構造を強くするという、そのためのイノベーション、
それに科学技術は、まあ、予防奉仕するという、そういう路線で科学技術政策が立案されている。そこで現在この領域をどうするかという議論が行われているんですが、要するにどの段階で受精卵に、ね、まあ、体細胞に利用するのはもうやってるということで、まあ、ある意味ではもうどこの段階で止めるかというところに移ってんですが、まあ、受精卵に使っていいかということですよね。受精卵にゲノム編集をし、さらにそれを人の子宮に戻す、これが、まあ、デザイナーベイビー、まあ、人類の育種、人間を変える、まあ、人間を作り変えるというところへつながっていく可能性があるわけなので、これは大問題になるわけですね。しかし、総合科学技術イノベーション会議、これ昔は科学技術会議だったんですね、まあ、名前が大体言いにくい名前になるというのは、なんか社会がおかしくなっていることなあまりないかという気もしますけれども、総合科学技術イノベーション会議はともかく世界に遅れずに、ね、どうも中国とかアメリカのようにトップであろうと思ってないみたいなんですけど、そのトップからそれほど遅れないで進んでいくにはどうしたらいいかというところで考えているわけなんですよね。ですので、どう、まあ、規制ということはできるだけいいということで考えたくない、まあ、そういうふうにして一つずつ上げていくと、まあ、そういうふうな方向で、進めています、まあ、しかしこれだけ大きな話題になったというのは、その一つ前のスライドにまた戻っていただきますが、まあ、このデザイナーベイビーへの滑り坂ということなんですけれども、特定の難病の人には得意んじゃないでしょうかというです、ね、まあ、ガケンペイさんもいや自分はその道を開いたんだと、こういう弁明だと思うんですね。で、よくやってくれたというふうに、まあ、もしもっと違う症例の、ね、人でこれをやったら、そう思った人が出るかもしれない領域なんですよね。そうすると、まあ、世界中の研究者はいつそこへ行けるかっていうので、まあ、そのため の、 ゴーサインを待ってるようなところがあるんですよね。で、それに対してノーというのはなかなかきついと思うんですね。で、まあ、そのヨーロッパの法体系ではそこはノーになっているわけですが、おそらく、そのノーを守りきれることはないだろう。この病気をこの方法で治せるとなった場合にですね、それをダメだという、まあ、なかなかきついんじゃないかと私はこう思っております。ですので私の考えは、まあ、そこにもちょっと書いて、ございますが、こちらの方ですね、生命医学会で質問がありました。難病に治るという時にそれは適用できないんですかという質問だったので、私は原則禁止の上で、まあ、例外的に許容する場合があるとすれば何かということを、国際的に協議して決めていくというふうなことがあり得る一つの解決法じゃないかというふうに、まあ、思っております。ですが、なぜこの滑り坂かというとですね、難病って何だということになります。これをどこかで線を引くっていうのは、極限的に難しい、まあ、つまり人類社会が今まで経験してないような難しい問題にぶつかっているという、そういう認識が必要だと思います。そうでなければ滑り坂になるんです。つまりどんどん開いていって、ここまでは OK とね、まあ、今エンハンスメントということが一つ問題になっています。治療はいいけれども、欲望を満たす医療はやめようということなんです。これは本当に難しいです。で、そういうことを人類社会で合意に至るということは非常に難しいですから、例えば今も着床前診断は、デュシエン型の筋ディストロフィーだけは認めるというのが日本の方針です。で、国によっていろいろですが、じゃあどうしてこっちの筋ディストロフィーはダメなのとかですね、他の
病気はダメだろうと、まあ、そういう話になってきますよね。そこでここまではダメというようなことをですね、決めることが人類ができるだろうか、もうすごく難しいですね。まあ、私は宗教をそこに絡んでこないとできないんじゃないか。まあ、さっき天野さんのお話がありましたが、アメリカはですね、まあ、基本的には研究の自由を非常にこう強調する国です。それはまあ経済の自由ともかかってるんですね。資本主義の、市場経済の自由ということと関わってまして、まあ、研究を止めるということに対して非常に警戒心が強いですが、妊娠中絶の問題と関わって宗教側が卵に手を出してはいけないという強い意志を持っていたから、それで歯止めがかかってきたわけです。キリスト教の側の受精卵に対する人間の尊厳の根本なんだという、この意見があったからなんですよね。そういうふうな歯止めがどこかで働かないと、これはなかなかこう止めることが難しいんじゃないかと、まあ、こういう問題を科学者も問題提起すべきだと思いますし、人文学者は鈍すぎると思います。それからジャーナリズムがこれをそういう問題があるということを知らせて市民社会が討議する、まあ、政治家もそれを認識するという、それを世界的に進めていくという、まあ、そういうところに来てるんじゃないかなということで、今日はそういうあたりのことを皆さんとお話ができたらいいなと思っております。まあ、私のお話はそれだけでございます。どうもじゃあ、はい、まだやらせていただきます。この部屋はなかなかいい部屋ですよね。雰囲気がいいです。ですが、これなんかね、ここがすぐなんか落ちそうな。ちょっと怖いですけど、少し舞台が狭いです。それから、また時々このさっきの青野さんと会とか、行きしたくなる時が来ると思いますが、皆さんにご協力をお願いしたいと思います。それで、3人で話しまして、それぞれ、まあ、分担は、まあ、割とうまくいくかなという感じ、順番もうまくいくかなという気がしますが、私がかなりはっきりと私なりの問題意識を覚えましたので、ピントが外れてるかもしれません。そのあたりも含めて、3つの話を、踏まえて、最初の発言を天野さんからお願いしたいと思います。青野さんと島薗さんの方から生命倫理から見まして、まあ、今回の中国での赤ちゃんの誕生についての話がありましたけども、今回の赤ちゃんの誕生についてですね、私自身はもうちょっと違ったっていうか、もうちょっと違う視点で思ってまして、それについて少しお話したいと思うんですけど、まず一つは最初の臓器移植が行われましたちょうど50年前の和田心臓移植事件というのを覚えておられますでしょうかね。こういう必ず先駆者といいますか、何と言うんですかね、こういう医学の領域では私たちは生物学的医学という言い方をするんですけれども、必ず人体実験を始める人が必ず出てくる。で、和田心臓移植の時は本当に移植された側も移植した側も命が縮められたんじゃないかっていうことはもう指摘されたわけですね。それから東北大学で最初に行われました体外受精、これですけれども、この場合は東北大学の鈴木雅邦さんという方が行いました。で、いわゆる試験管ベイビーとか80年前後だったと思うんですけど、この時もですね、実は赤ちゃんがですね、隠されたわけですね。で、体外受精で生まれた赤ちゃんがですね、東北大学の方々の話では障害を持って生まれた。ですから新聞記事でもですね、赤ちゃん後ろ向きだったんですね、写真が。で、皆さんどうもおかしいなっていうことで、それで2年後に亡くなってるんですね、赤ちゃん。で、まあ、こういうふうにですね、今回は中国の話ですけれども、必ず人体実験というのがですね、先駆的に行われてきた。これがまず一つはですね、繰り返されるというか、この
生物学的医学というのは、これがやはりどうもこういう医学の世界ではあるんじゃないかなっていうのがまず一つ思いました。それからもう一つはですね、今回のあのケースですね、あの 8組、まあ、最終的に7組の方に行われたわけですけども、男性が全て HIV の感染者なんですね。で、女性は全て HIV の感染者ではないんです。これっておかしいと思わないですね。で、もうやっぱりその背景にあるものを見てた時に、どうもやっぱり女性差別の問題っていうのがあるんじゃないかなってすごく感じました。で、それと同時にですね、女性は子供を産むものだっていうですね、まあ、そういう価値観もやっぱり暗黙のうちにあるんじゃないかなって実は思いました。で、なんで男性が HIV 感染者で女性が HIV の感染者でないのに、なんで子供を作らなければいけないんだっていうところまで含めてですね、でここにどうも何かそういう納得いかないものがあるんですね。それから先ほどの東北大学のケースでもそうなんですけど、まあ、成功とか失敗ですね、このいわゆるこういう生物学的医学の成功とか失敗っていうのは、障害を持って生まれるか否かが成功か失敗かっていう価値判断になるんです。で、これはやっぱこれもまたおかしな話で、やっぱりこれは障害を持って生まれるってことは良くないことだというね、いわゆる障害者差別の問題につながっている。で、そういうやっぱり価値判断が必ず働いてしまうのがこういう生物が、まあ、こういうところであるこのような気がします。で、それからもう一つですね、ついでに加えますと、現在ですね、大学の研究者がですね、金儲けに走りすぎている。で、これはやはり日本でも独立法人化しまして、いわゆる研究費をですね、外から稼いでくるという形で、まあ、なりまして、それと同時にですね、ベンチャー企業立ち上げ、大学でベンチャー企業立ち上げっていうのが行われるようになってきたんですね。この法人会さん、中国のですね、王さんもですね、実は2つほどベンチャー企業を立ち上げて、で今年の3月にはその大学を辞めてベンチャー企業に経営にやるという話を今出てたんですけども、日本でもですね、大学にいてベンチャー企業を立ち上げる人がものすごく増えておりまして、特にまあ、いわゆる技術系医学系の人たちの間では多いわけですけども、まあ、こういういわゆるアカデミズムがですね、企業の論理にですね、どんどん侵食されている、まあ、そういうことがやっぱりこの背景にもう一つあるんじゃないかなっていう気がいたし、まあ、こういう今いろんな、まあ、問題がですね、この、バイオテクノロジーの世界からですね、見えてきたような気がいたしまして、まあ、プラス、先ほどのご指摘にプラスアルファしてですね、私はそう思いました。以上です。はい。まず最初のご感想から、本部さんです。どこからお話しすればいいのかなと思うんですけれども、先ほど島園さんが最後に言われた、まあ、どこかで原則は禁止だけれども、まあ、重篤な遺伝性疾患の予防については、まあ、認めざるを得ないのではないかというのがお考えだとおっしゃったと思うんですけれども、まさにその次に来る、先ほどまあ、こういうことが、解決されたらいいのかと、つまり、その倫理的な手続きだの、安全性だの、有効コンセントだのというものが、解決された場合に、ゲノム編集した赤ちゃんを誕生させていいかどうかの、まあ、次の分かれ目は、そのおっしゃったような、じゃあ遺伝性重篤な重い遺伝性疾患をその子どもに伝えないため、そういう遺伝性疾患にかかっていない子どもを設けるためがいいかというのが次に来る、やっぱり分かれ目で、多分その段階でもいわゆるエンハンスメント、見た目がよろしいとか、どのような方かっていう、そういうものはダメですよというのが多分強くて、でも遺伝性疾患、重篤な遺伝性疾患を防ぐためだったら許容できるんじゃないかっていう話が必ずや次に大きく来る、その分かれ目だろうと思います。で、まあ、まさにもうすでにそういう話にもなってきてるわけですね。例えばその
この間香港で開かれた2回目で、それより3年前にワシントンで開かれたのが1回目だったその人権の民衆、のサミットを、まあ、主催している、ナショナルアカデミーサービスでした。アメリカ。ここもすでにもうこの間に最初は非常に、まあ、それには、反対の立場、まあ、どちらかというと禁止の立場でしたけれども、徐々にやっぱり、そういう中毒な遺伝性疾患の予防ということであれば、まあ、いろんな条件をつけるけれども認める場合があるというふうに、まあ、来てるわけですね。で、イギリスの場合のナフィールド生命倫理評議会っていう割とこう影響力のある評議会になるんですけれども、ここもそれに近い、やはり認められる場合があるという方向性を示してきていて、で、まあ、その場合に、じゃ本当にそうなんです。私下津先生は先ほど多分認め、それが認めされないんじゃないかっておっしゃいましたけれども、私まだ迷っているところがあります。私は個人的に、これ個人的には今の段階ですそこまでそれは認めされないでしょうねとまで今言えるかどうかまだ迷っているという感じがあります。で、それはなぜなのかということなんですけれども、まあ、これなかなか難しい課題で、この話が議論されるときに必ず対比されるのは、まあ、着床前診断ですね。出生前診断とか着床前診断が対比される。つまり重篤な遺伝性疾患の子供の 出生を防ぐというか、その重篤な遺伝性疾患の子供の出生を予防するみたいなことで、これまで従来使われてた技術はこういうことですよね。出生前診断とか、まあ、着床前診断なんですけれども、で、まあ、でもヒトゲノム編集をやっぱ使わざるを得ないし、それそうした方がいいという意見の中にあるのは、一つはこれを使わない限り、そういう遺伝子の受け継がない子供を持てることができないケースがありますというのが一つ。でそれは非常に稀だと思いますけれども、まあ、これちょっとなんか話が難しくなってきますけれども、優生遺伝する疾患と優生遺伝の疾患とまた両方違うんですけれども、まあ、その必ずその両親がどういうそういう変異を持っているかによって、さっき言った着床前診断を用いようとも、まあ、そういう変異を持たない受精卵を作ることができないケースっていうのがあるんですね。そういうその両親が持つそういう遺伝的な特徴の組み合わせによっては、でそういう場合にはこれしかないっていう言い方が一つですし、もう一つは、着床前診断とか出生前、まあまあ、比較されやすいのは着床前診断ですけれども、着床前診断は結局そういう病気の受精卵を廃棄するんでしょうと、それよりはそれをすくって直した方がいいんじゃないですかっていうことが対比されるようになるんですね。で、これが多分こう今後議論として出てくることで、どうなんですかっていうふうにみんな問われてくることだと思います。で、それをどう考えていくのかなって、私は本当に非常に難しい問題で、確かに着床前診断にせよ出生前診断にせよ、まあ、これまで長い議論があって、必ずその都度生命を選別するものっていう議論を私たちは経てきてるわけですね。今でも意見は割れたままだと思います。で、それにこのさらにこの技術が加わった場合に、もうこれさっき言ったみたいに、病気の受精卵を廃棄しないで済む方法だからいいと思う人たちがもちろんいる一方で、やはりそれは、例えば重篤な遺伝性疾患というものをそのものを排除してしまう方というか、なんというかですかね、これは本当に難しい言い方も難しいと思うんですけれども、そういう考え方につながるものなのではないか。現実には何どんな技術を持ちようとも、障害を持つ
社会として支えているということを大前提じゃないままに、それを生み出さないとか、その受精卵でもということを現実化をやっぱり先行させているということも、私はやはり個人的には抵抗感があるということです。まあそういうことでなんか英語で言ってるんだろうみたいに反発をということももちろんあるわけで、であとは、まあ、その手元と言わないのでも、そういうすでに、お子さんを持っている、カップルの気持ちはどうなんだというのは、それはその通りだと思いますし、そういう権、まあ、中国の意見、接種権を持つ、持っている方々の気持ちはどうなんだというのも片方にはあるので、これはすみません、ちょっと私は一言では、まあ、なかなかどうだ言えないので、まさにこれは、皆さんを含めて社会だけでしていく経営のものだと思います。はい、ありがとうございます。お二人の問題提起をこれから少し私が、整理しながら議論していけたらいいなと思います。で、まあ、先に青野さんのおっしゃった関係について言うと、私も基本的にはこれは全面禁止ができるなら少しすべきだというふうに思っております。ですが今の勢いを止めるということはですね、至難の業であるというふうに、まあ、そのぐらい暗い暗い見通しを持っているので、ちょっとこういうふうに申し上げるって失礼をしませんが、青野さんのおっしゃる考え方は、まあ、少し伸びてあるそれは甘いではないというか、まあ、要するに、ブルドーザーがガンガン進んでいるところにですね、まあ、アリモが抵抗しているというようなことになる可能性があるということで、まあ、それはですね、まあ、マスターの提起したことを重なるんですけれども、まあ、その意思がそういう大胆なことをやって、まあ、褒められる医師もいるわけですね。その体外受精を初めてやったのはイギリスですか、それから心臓移植を初めてやったのはハーバード大学ですか、まあ、この人たちは今のところ英雄でしょうか。まあ、今や、まあ、ノーベル賞の方がありますね。まあ、そういうのと、日本の和田さんとその鈴木先生ですかね、は失敗したということで、まあ、日本はその悪い例を知っているということです。世界的にはいい例を覚えていて、で、まあ、起業家として成功するというのも、むしろ優れたことだというふうに、でそっちの才能を持っているのは大したことだとか、まあ、どんどん若い、ね、社長であり科学者という人が増えてますよね。でそうしなきゃ今の世界には勝てないんだっていう、こういうふうなことになっているわけですね。これは私から見るとやっぱり人類社会が劣化しているということがあって、その要するに資本主義の悪影響で、要するに利益になることを求め、それが人々の欲望を満たすので経済的に成功する、それが全部基準のようになっているということで、それをまあ大きな頃の社会思想ではですね、まあ資本家がそういうことをやるので労働者がそれに抵抗すれば止められるんだというような時代もあったけれども、そういうようなことではもうないですね。むしろそういうふうな経済発展を下支えする世論をこの人々が作ってしまう、まあ、そういう時代では病気を治してくれるような研究者を応援するというふうな、まあ、そういう社会になってしまっていて、まあ、悟りに遠いんじゃないかなというふうにまあ思っております。でそういう中でもなんとか声を上げていただけたらないですね。実際
際は2005年頃に人肺の研究で国連の総会で議論をしたときに、クローンは作ってはいけないというふうなのは世界大体全会一致だったけれども、クローンの肺は作っていい、卵は作っていい、それを研究するまではいいというのは先進国は賛成、欧米諸国、それからアジア諸国、北アジア諸国、東北アジア諸国は賛成で、中南米とかイスラム諸国は反対、そっちの方が多いというようですね。まあ、そういう分布なんです。で、現在も石井哲也さんの話をと青野さんご存知かと思いますが、人肺にこのゲノム編集というようなことをすることを法律で禁止している国はどれくらい、まあ、それをもし国連総会で多数決を取ればそちらの方が勝つぐらい、つまり科学技術が進んでいてその利益をいち早く得るというふうな国は再選挙に行くけれども、そういう科学技術の利益、まあ、本当に利益かどうか分からないけどとされるものをから遠い国はですね、なんでそんなことしなきゃいけないんだという、まあ、そういうことがあるんですね。ですのでそういうその世界的なこうバランスの中で、まあ、我々は日本にどういう予報を作っていかないかろうという、そういうふうには考えたらどうかと思います。青野さん、すみません、なんか動きすぎると言ったりしました、ね、いや、そうか、私そう言われてそうなんだ、私そんな動きだったの今結構そう考え直したものだと思いましたけれども、いや質問が何なんですけれども、何て言ったらいいですかね、今の世界 の中でどれくらいとおっしゃいましたしけれども、その数もちろん私には分からないんですけれども、ただ少なくともの欧州 のいくつかの国、まあ、例えば先ほど申し上げたようにドイツだのフランスだの、まあ、基本的にはイギリス、この辺の国々は、まあ、アメリカもそういう意味では民間は非常に自由ですけれども、連邦政府は、まあ、特に共和党が政権を持っている時には非常に人肺に対しては強い規制というか、それを操作することに対しては反対の立場を取るので、まあ、これまでもイエス最高の樹立や使用に関しても共和党が政権を取る時は非常にそれに対しては厳しいというか、つまりいわゆるフェデラルファンド、連邦政府資金はそれには使えないということになっていたわけですね。で、アメリカは今でも人ゲノム、つまりゲノム編集を人受精卵に加えるような、そういう研究については連邦政府資金は使えません。NH とか FDA もそれの臨床研究には資金がかからないということになっていますから、まあ、そういう意味では、ただしアメリカは先ほど言いましたように民間資金を使ってやることは重要なのでやれるところはあるということになっているわけですね。で、フランス、ドイツはそもそも研究段階でさえも人質制裁の練習はいじれないということになっていますから、もちろん子供を生み出すということについては、まあ、現時点ではこう規制がかかっているわけです。で、むしろ私は日本の特徴というのが人の受精肺を包括的に規制する、規制を持っていないっていうところに日本の、まあ、弱さがあるというふうに思っています。で、例えばごめんなさい、イギリスも HFE か、人肺、ごめんなさい、日本語で何ていう、法律になるかちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ、その人の肺はやっぱ包括的に規制する法律を持っていて、そのもとに HFEA という、これも、まあ、人肺、なんとか腸っていう日本語名がついてますけれども、それを監視する、システムの仕組みを持ってるんですね、法律のもとに。なのでイギリスの場合はあらゆる、つまり臨床、普通の体外受精であれ、その人の肺を研究で使うことについてであれ、
その、 組織の元 に監視されていて、必ずそれ全部登録制になっていて、許可制になってですね。で、例えばイギリスでは人の受精卵にゲノム編集をシャーレの中でする実験っていうのが、フランシスク研究所っていう、割と比較的新しい研究所がローマになるんですけれども、そこで、キャスティニアカンさんという研究者がそういう研究をしています。で、イギリスではまだシャーレの中であっても人の受精卵にゲノム編集を加える研究実験をしているか、そこだけだと私が間違いないけどそこだけのはずなんですけれども、それももう HFPK の監視の中にあるわけですね。で、で、例えばドイツであれば、ドイツは敗北法でしたっけ、フランスもまあそれに匹敵するような人の範囲を規制する法律を持っています。で、日本はとにかく臨床、一つの、日本はよく不妊治療大国であるという言われ方もしますけれども、不妊治療の国にいっぱいあって、で、医療として体内受精なり顕微授精なり、様々なことが行われているわけですけれども、それを規制する法律はないんです。で、しかもだから研究レベルで何かをやる人の受精卵に何か操作を加えるということについても規制する法律はないわけです。そういう中でこういう問題が出てきたときに、つまりはもしそういう土台になる法律があれば、その上で考えることができるんですけれども、それができないんですね。で、イギリスってとてもそれ法律あるけど、ある意味とてもプラグマティックな判断を下す国なので、そういうものの土台があれば、まあここまではやってもいいだろうといって積み重ねていくような国なんですけれども、で、日本は土台がないけれども、じゃあどこまでいいことにしようかみたいなことを議論するので、とてもなんていうかな、みんなの納得のもとに何かこういう人自制を作る使う研究とか臨床をやっぱ進んでいくということが、なんかこうないっていうのが、土台がないところでなんか非常に説明がありでやってしまうみたいな、そういう印象があって、それは私は日本の弱いところだし、まあどちらかというとアジア諸国というのは、先ほどもちろん島田先生がおっしゃったように、宗教的な背景で人の、生命の始まりを考えるということが非常に薄いない国ですから、宗教的にも理解できるんです。その辺がやっぱり、で、アジア諸国はどちらかというとやっぱり生命の始まりについて、どうかにさん、ご覧の先生がよろしくお考えたいと思うんですけど、そうですね、私の土俵に持ってきていただいていますけども、その話を先にしてしまいましょうかね。要するにその受精の瞬間からそこに人がいるというのが西洋諸国の一つの考え方で、要するにキリスト教の大事であるわけです。で、これを要するに肺の法的地位ですね。したがってそれをこういじったり使ったりするということは、人の命を殺して利用するということなので、許さない。これは中絶を禁止する声が未だに強いということと大いにつながっているわけです。で、私はこれはキリスト教文化に特異的な立場なので、それを世界に及ぼすということには無理があるという考えです。ですから、肺の法的地位ということを土台にして、この命の始まりの生命に立てることは常に限界に来ている。したがってむしろサステナビリティ的な議論ですね、つまり持続可能性、こういうことを行っていけばどういうことが起こってしまうかという、そちらの方から議論をしていく、これは責任の倫理、ハンス・ヨナスという人のですね、環境論理では、倫理ではそういうふうになってきているわけなので、今の人間の利益になるといっても、将来の人にどうであるかということが重要であるわけですが、環境問題ではそれを考えることがこの数十年に
自明のことになってきまして、今や SDGs というのが出てきてですね、世界の政策を決めるところがいるんですが、生命倫理の領域、医療の領域ではほとんど無視されているというふうに私は思うんですね。でそれは目の前の病人を助けるというのが医療の根本で、それはヒポクラテスのあたりからある。そのことを基準にして例えばさっきの医療のコンセプトが行われているので、そこから倫理を立てるということをずっとやってきてですね、1970年頃にバイオエシックスってことができましたけれども、そこからずっとその考え方で、まあ、先ほど共和党の政権は慎重だということなんですけれども、ES 細胞というのは受精卵を壊さなきゃ作れないから、そういうものを扱うのは慎重にしましょうよというのが義務なんですね。では iPS 細胞ができてしまうとですね、 iPS 細胞ならいくらでも使ってもいいというふうな議論になってしまうというわけですね。で今回のそのゲノム編集っていうのは、それじゃ どういうふうにキリスト教的な IoT に関わるかというとですね、必ずしも明確ではないので、ですからその最初に第2回の国際サミット香港でしたね、第1回目はワシントンでやった、この国際サミットっていうのはですね、何がサミットなんだっていうとですね、サミットには約束が20あったりしますけど、これは私は3だと考えます。つまり中国、アメリカ、イギリスです。で、もちろん、この他の国の参加者の高者もいるけれども、主導権を握っているのは、まあ、アメリカ、中国、イギリスで、この3国が進める方向で、まあ、どこまで許されるかという世論作りをしているというふうな状況で、それが世界をこうなんていうかな、リードしているかのように報道がされている、まあそういう、まあ世も末なんですねそういうふうに思います。で2003年にはですね、アメリカのブッシュ大統領のことも政治的協議会ができまして、デオカスの委員会、まあ、デアスモトを行うというやつがあるんですが、そこにフランシス・フケマンという政治哲学者が出てまして、彼は禁止すべきだという、ね、まあ、国際的な禁止をする必要があるという、ね、まあ、人の命を守る研究については言いました。どうしてかというと、西洋諸国が持っているモラルをアジア諸国が持っていない、したがってやがてアジア諸国に向かれるだろう、まあ、そういうふうにはっきりは言ってないけれども、まあ、そういう意味なんです、ですので日本からはですね、いや、アジア諸国からの倫理を、まあ、本来ならば、まあ、提起するぐらいの気構えが本当は必要なんじゃないかなとして、それをヨーロッパの体制に倣った対抗体系を作るということになると、これはなかなか日本の世論をそこへ持ってくるのは難しい。当然これは中絶問題の方が変わってきます。で中絶問題については私は人口問題の意識が非常に違うんだという意識です。アジア諸国はとにかく人口過剰についてもう長い歴史の中で養ってきた見方があるので、それと聖書に規定されているような神の御姿が宿る、人間の霊魂は生まれた時からあるというような考え方、によってアジアの考え方を規制するということはなかなか難しいんじゃないかなと、まあ、すみません、私の議論をもう今日は満足してしまってこれ以上話が進まないままですが一つはですね、私は生命倫理っていうのは突き詰めていくと性的の問題になるっていうことですよね。まあ、言ってみますと、例えば難病、どの難病ならば治療 OK、 あるいはその難病でもどのぐらいのレベルだったら OK と、でどこで線引きするかとかですね、そういう話になってくるんですね。でこれで本当にいいんだろうかっていうのも
前々から持ってて、路線引きってのはもう基本的にはもう嫌なんですよ。で、例えば私も昔日本産婦人科学、産科婦人科学会がですね、体外受精をのいわゆる生命倫理を議論したときに、体外で、いわゆる体の外で発生させる期間を2週間と設定したわけですね。で、2週間までなら OK よ。で、これはいろんな理由があるんですけれども、でもその時に私たちは、じゃあ2週間が命の始まりなんですかっていう、いわゆる2週間経ったら体の中に戻しなさい。それまでだったら、例えば2週間までだったら、その受精卵廃棄しても構いませんって話になったわけですね。で、そうすると、その2週間が命の始まりなんですかっていう質問を出したことがあるんですよ。で、それに対して回答がついに来なかったんですけども、そういう線引きっていうのはそういうところがあるのかなって実は思ってて、でしかも線引きして、例えば指針とか倫理で規制した場合に必ず倫理破れ、規定破れが出てくるんですね。でその一つが例えば体外受精、いわゆる生殖補助医療では、スワマタニティクリニックっていう有名な病院がありまして、必ずここは、いわゆる、例えば、ガリバラとかカシバラ行けませんよって言ってもですね、やってしまうとかね、こういう掟破りが必ず出てくる。これどうやってって言って、これは今までのところ、いわゆる学会、産科婦人科学会の、いわゆる指針でもって、あるいは倫理規定でもって、そういうふうに規制しておりますので、そうすると規定破り、産科婦人科学会から外れてればいいでしょみたいな話になってしまうわけですね。そういうところがあるんでね、なかなかもう線引きっていうのがどうなのかなって、まず一つ、すごく感じるところなんですね。この辺を、ですから、それでいいだろうか、生命倫理って線引きでいいんだろうかってすごく感じています。もう一つはですね、こういう問題、例えばですね、一つの例、これ、例としていいのかどうかわからないんですけど、いわゆる色覚の多様性ありますよね。昔は色盲とかですね、色覚異常、いわゆる色覚、差別用語が結構使われてたんですけども、これ男性では 5% ぐらいいるわけですよ。ですから男性の場合20人に1人ぐらいは色覚に対して多様性を持っているわけです。で、これは遺伝子に原因があるわけですね。で、その単通で、この場合人に遺伝病というわけではないんだけど、そのやっぱり遺伝子に原因がありますので、そういういろいろと治す、今現在のところは治すことができないわけです。言ってみますと。でこれについて、私たちはその色覚差別をなくそうっていうことで、この例えば就職の差別の問題なんかでですね、こういう職業は色覚で変異といわゆる通常の、色覚を見られない人はダメよっていうようなですね、でそういう就職差別っていうのは結構行われてきたわけですね。でそれをなくそうっていうことを運動を取り組んできて、2000何年でしたかね、一応そういう、成功したわけですね。でその時に私たちがやっぱり主張したのは、社会がこの色覚におけるバリアフリーを行うべきと、で社会の側が変わっていかなくちゃいけませんよっていうことを訴えて、そういうものでところがですね、十数年経って社会は全く変わらなかったわけですよ。言ってみますと、社会が全また変わらないで、再び色覚検査が復活したわけです。だから そういうふうにですね、今色覚検査がまた復活してしまいまして、またいわゆる色覚差別がですね、また復活 してきたわけですよ。で、その延長線上にですね、今度はいわゆる色覚の問題、これ遺伝子の問題だからっていうのありまして、もしかしたらゲノム編集で直せるんじゃないか、これは世代でそうすると直さない方がむしろ悪いみたいな話もまた出て、来ないとも限らないようなことになりうるわけですね。こういうのが、これ例としていいかどうか悪いんですけども、こういうふうにいわゆる社会の側がやっぱり本当変わっていかなきゃいけないのに、いわゆる生命の議論の内部で議論してしまうと、僕はやっぱり限界が出てきてしまうんじゃないかというふうにすごく感じてるんですね。はい、さっき阿部さんの話でブログ研究所の
ってるところがある。どういう役割でしょう。これはあのですので、まあ、今回の、まあ、ガーサの4が暴走をどう防いだらいいかということがやっぱり、まあ、あの当然のことがないかでももちろん日本の問題なわけですけれども、まあ、少なくともその5年間はファン・ジャンさんが言ってるのは、あの私が解釈するんですけれども、どんなあのケースであっても、5年間はとにかくその人ゲノム編集から、ゲノム編集した人の受精卵を使って妊娠とか出産をさせることは世界的にやめましょうと。その間にまあいろいろ議論をして、あの、まず意見を整えていったらいいでしょう、こういう意味だとこう理解しています。私それに対してはあの賛成する人ばかりもいないという話はようです。あのさっきの時にそのモラレーという話題が出てましたか。いや、あのね、サミットの時に行ったのではなくて、この、問題が、だから、確かファン・ジャンさんは、その香港に行けなかったのかな、結構、先生、ちょっと記憶がされたんじゃないんですけど、いずれにしてもそこで、香港で、が県警さんが、双子を誕生させたという公表をしたのに、を受けた形で、そういうあの宣伝を出してました。でこの間、このようになっちゃったいらっしゃったんですけど、その時のお話聞いた時も、そういうふうにご覧になっているというふうにおっしゃいました。まあ、私は30年ぐらいのアドリブした方がいいと思いますかね。まあ、あの、天川さんのおっしゃってることはですね、要するにあの、こういうことをしたいという人がいればそれを受けるんだということで、例えば、あの自分は失格以上なので直してほしいという人がいればやっちゃうぞというので、あの実は自分たちに責任がないと言いますか、科学の方には責任がないかのようだけれども、何かができるということで、それによって人々の方向付けをする、あの欲望の方向付けをする、それが実はあの社会を変えていき、むしろ差別的なものを変えるということなんですよね。ですから、あのこのまあ、どんどんあの難病治療、まあ、遺伝重篤な遺伝性疾患の治療というところを広げていった場合に何が生じるかということで、それはあの、実はあの科学技術によって人間の欲望を方向付けをして、それがまたあの社会の差別や排除の構造をまた作っていく可能性がある。まあ、そういうことについてはあのほとんど議論しないと思うんですね。で、私もこのお配りした、この A4 の1枚なんですが、あの右側のページはですね、昨年 の、 あの12月8日の生命倫理学会、日本生命倫理学会での当時の中で出た質問についてちょっとあの示します。で、まあ、あの病気を治したいという人がいる場合にどうするのかというので、まあ、それはあの原則禁止にして、そのあの特定の場合を許すかどうかを考えればいいんじゃないかというのが一つですが、もう一つはですね、たとえ広くゲノム編集が行われているようになっても、例えば1000万人に対して行われても、数十億の人類から見ればごく一部だから大した影響はないんじゃないかという、こういう意見もありました。私はその大した影響が起きるに違いないと思ってますが、まあ、どうやってそれで証明するかって言われるとですね、そういう科学の方法はまだできないと思うんですね。ただそういうシミュレーションができるようなあの学問領域というようなことも考えられると思います。で、あの環境問題についてはそういう領域を発展させてきているわけです。でまあ、未来学というような領域もあります。 ある科学技術が発展していくと人類はどうなるか、まあ、最近もハラリというふうなホモフェンスですかという本などが出て、あれは科学技術の展開の中で人類の未来を予測するみたいな話なんですけれども、そういう領域を本気で取り組む必要があるんじゃないかなと思います。
のご意見はいかがでしょう。あと1000万人に選手をしたいと対して今日は、ね、数十億から通行するから、ね、あのそれほど影響はないかという、まああの、遺伝子治療をした人間とそうじゃない人間の間に差別ができるというふうな議論を、1998年にディーシンバーという人がやってまして、ジーンリッチとナチュラルという人類は2つに分かれちゃうんじゃないか、まあ、ポストヒューマンという話があります。いろんなポストヒューマンというのはあの AI などの領域も言われてますけども、あのこちらの領域で言うと、違う人類ができてしまうというような議論に対して、いやいや通報するからね大丈夫なんだという、そういう話なんですか。、まあ、そしたらあのリー・シルバーがあの本を書いた時には、実際にはまあそれは確かにそういうことはあり得るよねと思いながら、でも技術的にはまあ無理ですよねとみんな思っていたと思うんですね。少なくとも私はそう思いました。で今ここに立ってですね、クリスパーが登場して、そうすると全くのこれはもしかしたら理想のことではないのかもしれないなっていう、あのやっぱ一段階何かが進んだような気がすることは確かです。で、まあ、この1000万円に対してっていうのは、その程度であればという、まあ、そうでおっしゃるという気持ちもわからないのではないんですけれども、でももっとなんか簡単に安く、まあ、安くなくてもある程度とかで、遺伝子編集、ゲノム編集が、まあ、実際に加えられるようになってほしいです。まあ体内受精を本当に今、日本人だと出生の10人って言ってました。ごめんなさい、ちょっと間違ってるかもしれませんが、かなりの数に上っているわけですよね。そうすると体内受精とともにクリスパーを使うっていうことは、実質的にはまあ考えることになってくるわけですよね。でこの場合には、もちろんまだ今はいいのかな、ある時からじゃあお隣の子供はそうやって、ゲノム編集されて、なんだか、なんですかね、そのリーシーバー的に言えば、ジーンリッチ、ただ我が子は間違う、という状況が、もし生まれた場合に、一人の心の問題として、どういうことが起きるんだろうなということを、まだ、確かに、まだあの、もちろんその現実が目の前にあるとは言いませんが、リー・シルバーが書いたときに比べると、一歩進んだなというふうには思いますね。やっぱり考えているところは思考実験なしというのがいいんだなというふうに思います。はい、まあ、4時半まで時間を取ってございます。まあ、最初 のワンラウンドをここでちょっと休憩にさせていただきました。それでは国会座談会の後半に入りたいと思います。まあ、前半は天達さん、青野さん、島園という順番で、まあ、段階的に焦点を絞っていく感じで、今何が問題になっており、どういう道をこれから進んでいかなきゃならないかというのを、特に人の受精卵にゲノム編集を施して、これを産む、そういう人間が生まれるというふうなことが起こるということを前提にして、じゃあこれ規制すべきなのかどうか、規制するとすればどういう規制なのか、またその規制の根拠は何なのか、まあ、そういうようなことについて、それぞれの立場からお話しさせてください。私も少し修正したようなところもありますが、初めから修正しちゃうとちょっとずるい感じがするので、質問いただいてから修正することにしようかと思ったりしております。それでは会場から質問をいただきながら少し議論を進めていきたいと思います。田中会長と言います。ありがとうございました。この集会に来るといつも刺激されていろいろ考えるので、まあ、今回もちょっと刺激になったので、それを申し上げて質問にしたいと思いますけど、最初にズバリ申し上げてですね、
ちょっと議論がですね、先走ってるような気が私はするんです。でもう少しですね、手前で、必要な議論をしておかなきゃいけないのではないかなというふうに思います。でその一つがですね、受精卵をその遺伝子操作するんですけど、それをですね、そのいわゆる肺の段階だけで置いておくのか、それともその子宮に入れてですね、子供を誕生させるのかっていう、そこはですね、決定的に違うと思うんですよ。まずそこが一つですね。それからもう一つは、法規制を入れるのか入れないのかですね。これもですね、決定的に違うと思います。で、この二つについてですね、もっと議論しないといけないっていうふうに思うんですよ。で、私が受けてる印象は、その前半のですね、受精卵の着床っていうんですか、これはですね、まあ、日本国内でももういいって言ってる人いないぐらいなんで、これはもうはっきりとですね、これはダメだってことにしてしまえばいいっていうふうに私は思います。前に現段階っていうのをつけてもいいですけど、とにかくダメだっていうふうにしてしまうべきだっていうふうに思うんです。で、問題は法規制の方ですけど、これは当然ながら法規制しなきゃいけないんじゃないんですかと私は思うんですけど、それをお三方にお聞きしたいんですけど。それで先ほどですね、まあ、青山さんは、CRISPR-Cas9 っていうのがです、青野さんがクリスパーキャス9使えるんじゃないかっていうのをおっしゃったんですけど、だけど先ほどお聞きした説明から見てですね、本当に使えるんですかね。モザイクとオフターゲット解決したんでしょうか。してないのにどうして使えるかもしれないなと思われるのかっていうのでちょっとご説明していただきたいんですけど、まあ、私はそれは批判することになりますが、高度経済成長の日本が抱えてきたですね、科学に対するね、淡いこう期待とか崇拝みたいなのが振り切れてないんじゃないかって気がするんですよ。だからちょっと甘いんじゃないのっていうのが僕の2つ目の疑問なんですけど、それでちょっとついでに申し上げておきますとですね、私今ブルーバックスの方をちょろっと読んでいるんですけど、DNA の 98% は謎とかいう本が出てますよ。つまりこの遺伝子操作ないしクリトシキャン9についてもそうですけど、その対象としているですね、 DNA とかゲノムとかその周りにあるエピゲノムとかいう世界についてですね、ほとんど何も分かってないじゃないですか。でしかもですね、この受精卵を触るということは遺伝子を触りますから子孫にどんどんこう伝わっていくわけ でその子孫に伝わっていくのも長期化するとですね、進化になるんですよ。つまりゲノム編集がもたらす遺伝的影響のみならずですね、進化についての影響分かったのかと。で実はなんでこういうこと言うか、ずっとその僕が読んだですね、その DNA は 98% が謎っていう中に書いてあって、実は猿が人間とチンパンジーゴリラに分かれるときにですね、この DNA のその何て言うんですかね、ノンコード DNA と呼ばれているところがですね、大きく影響して猿と人類に分かれていったっていうようなことが書いてあるんですよ。でそういうことを考えたときにですね、要するに、まあ、人間というか、まあ、僕は上にエセをつきますけど、エセ科学者たちがですね、その遺伝子の操作の何て言うか狙ったところをですね、今までよりは少し確率が高くヒットできるようなものを見つけたと。ただそれだけのことに過ぎないにもかかわらずですよ、それが今までの遺伝子組み換えとゲノム編集とはですね、全然違うものであるかのように、まあ、言い繕ってですね、そしてそれがもたらすであろうですね、様々な影響ですね、これはプラスもあればマイナスもあると思いますが、私はマイナスの方が大きいと思ってるんですけども、そういったものはよくわからないまま、自分の狙ったところだけは実現すればいいんだというですね、そういう発想で物事を動かしていってるような気がするんですよね。だからそこのところを、その、なんていうんですかね、同じ倫理であっても、受精卵を触ってどうのこうのという倫理ではなくてですね、その科学技術というものの使い方の倫理ですよ。だから従ってこれは人間の受精卵のみならず、その生物、つまり食品にゲノム編集なんか使おうとしてるわけですよね。ふざけんなって話なんです、僕から言わせると。だからそういうですね、科学技術を生命に使う時の倫理としてはですね、どうなのかっていうのをですね、もっとその受精卵倫理論よりももっと手前のところで議論しなきゃいかんと。特に市民の方は批判的に議論していかなきゃいけないんじゃないかと思います。はい、ちょっとそれについてコメントいただきたいと思います。いろいろお話ございましたけれども、前半 の問題はちょっと後回しにしまして、後半でその、まあ、科学がどこまで分かっているか、分かっていないことまで踏み込もうとしているような科学のあり
ぱあのまず青野さんにご説明いただき、あの農業や畜産のことも書きますし、あの青野さんにもちょっとお答えをいただけたらと思います。まず青野さん。田中さんとおっしゃいましたし、今のご質問、あの私へのご質問ですけれども、これ誤解をなさったのではないかというふうに思います。私がルールお話を今日したことがもしうまく伝わっているとすれば、私は非常にこれをあの臨床応用することに批判的な立場からお話をさせていただいたと思いますし、問題点をルールお話ししたつもりだったんですけれども、もしかしたらそれが伝わっていないのかもしれません。それで、先ほど、体外受精、日本では体外受精が、非常にたくさん行われる、不妊治療対策であると。それなので、クリスパーもこれと同時に使われてしまうことがあり得ると申し上げたのであって、それがあの、望ましいとか正しいとか、それにリスクがないとか言ったわけでもなくて、つまりどういう技術があるか、それが入手可能かどうか、それを行う現場があるかどうかということを考えた場合、そういうものが今揃ってきてしまった、揃ってきてしまっているということを申し上げたんですね。なので、つまり、で先ほど申し上げたように、日本には法規制がありません。ですから、これをやろうと思った人が出てきたときに、技術がそれを使える状況に今、あるのではないかというふうに申し上げています。それがあのだから、あの、なんとおっしゃいましたっけ、その場によったターゲットもモザイクも型がついてない、その通りです。だから私はそれは今する、もちろんするべきではないと思っていますけれども、だけれども、技術ということだけを見ると、あと規制を見ると、そういうことが可能になりつつあるのではないですかと、だからこそよく考えないといけないですよね、と申し上げたつもりだったんですけれども、いかがでしょうか。結構です。いいですか。あとあれですかね、あのシャールの中の基礎研究のことについてもおっしゃってたと思うんですけども、まさに今日本ではその段階を議論しているんですね。で、あの先ほど、まあ、一番最初にあの先生が、まあ、シャールの中 の基礎研究については、まあ、文科文部科学省厚労省が指針を、まあ、この指針を作ったところなんですけれども、これはですね、一応じゃないんですけれども、生殖補助医療に資する研究に限定しています。これについては確かに今あの指針案ができていて、まあ、そうもちろんそれを例えば倫理審査委員会にもかけていくわけですけれども、そういったシャーレの中で扱うことができるように、まあ、あのなりつつあるわけです。ただし、それを、まあ、14日間までです。もしくは原始洗浄で。で、それを子宮に戻すことについてはもちろん禁止という立場で今これは進んでいます。で、ただしです。ただあの先ほど下園先生が私のんきだとおっしゃいましたけれども、もしかするとのんきなのかもしれないと思うくらい、やはりこれをこうプッシュする動きっていうのは出てきているんだということはやっぱり考えておかないと、これをもし阻止したいと思われるのであれば思ってらっしゃるんだということでもありましたけれども、まあ、かなり頑張っていかないと、まああの今そちらに向いているというのは島園先生におっしゃっているだろうと私も思っています。まあ、今の、生命倫理専門調査会の議論で、シャーレの中での研究は不妊治療、生殖補助医療に関する限り容認するというんですが、次に遺伝性疾患についても検討するということに書いてあります、はいはい、ですから順番なので、まあ、少しずつ開けていくという。じゃあなんで遺伝性疾患を研究するのといったら、それは臨床を目指しているからですよね。 ですので順番にこう開けていくというのが専科のやり方で、その最後に悪寸前になって批判を始めるのも遅いんじゃないですかというのが私の疑問です。ですね、一つは今の政府の
審議会などのですね、議論を見てますと、まあ、言ってますと、特に食品の方だったんですけれども、まあ、やりたい人たちだけで審議してるんですよ。これが非常に問題でですね、まあ、ですから例えばターゲットの問題なんかでもですね、要するに大したことないというのがまあ前提なんですね。でしかも、要するに全部し、まあ、いわゆる、まあ、ゲノム全部調べなければ事実上オフターゲットどこで起きてるかって分かんないわけですよね。そういうふうに、質問するとコストがかかりすぎる話になるわけですね。まあ、ですから、まあ、そういうような議論がずっと進んでまして、でモザイクの話なんか一つも出てこなかったので、まあ、こういう非常に悲しいんですけども、まあ、現実がありまして、まあ、これでどんどんいけいけどんどんなのかなっていうのがやっぱりすごくの意味を感じました。で、おっしゃられる通りです。で、オフターゲットにしろモザイクにしろですね、例えばオフターゲットの問題でですね、やっぱり一番私たちが心配している一つにですね、今遺伝子っていうのは、まあ、昔はセントラルドグマって考え方がまあ非常に強かったんですけど、一つの遺伝子がアミノ酸をつなげて一つのタンパク質を指定するという、まあ、考え方がやっぱり基本にあったわけですけど、今はその考え方っていうのは覆りまして、まあ、一つの遺伝子で、まあ、最高でも1000ぐらいのタンパク質を、まあ、翻訳するケースがあるんですね。でそうすると一つの遺伝子で、まあ、たくさんのタンパク質、昔は一つの遺伝子だったから一つの遺伝子壊せば一つのタンパク質ができないよって話で済んだわけなんですけど、今一つの遺伝子壊すとどのタンパク質に影響が出るかってわからないわけですよね。でそういう問題っていうのがありまして、まあ、これは非常に先に今おっしゃられてるのエコード DNA、 いわゆるまあ、いわゆる遺伝子として翻訳されない部分でですね、それがコントロールされてるってことがですね、よく分かってまいりまして、まあ、そういうことで命の仕組みっていうのが研究すればするほどさらに研究課題が増えていくっていうのが現実でして、まあ、そう考えますとこの CRISPR-Cas9 どこまでその、応用が効くかなんていうのは私たちから見ますとですね、見当もつかない話で、これをですね、おそらくサイエンス、昔だったらサイエンスの領域で、まあ、科学が、まあ、いわゆる純粋にこの真理を追求する科学だったら、こんなの応用しちゃいけないよっていうレベルだと思うんですよ。だけど今はサイエンスというよりもテクノロジーになっちゃったんですね。まあ、ですからこういう、いわゆるそれでテクノロジーっていうのは当然のことなら経済性を重んじますので、まあ、そういう世界になってしまったもんで、まあ、イケイケドンドンになる可能性が、で実際問題として政府の審議会見てるとどうもその方向でいっちゃってるわけですね。やっぱりこれはやっぱりすごくやっぱり問題だなと思います。で、まあ、法規制がないっていうのがやっぱり今生殖、まあ、いわゆる人間の受精卵に関する法規制っていうのは1クローン規制法ぐらいなのまあ、クローン人間作っちゃいけません。でこれだけ、基本はこれだけなんですね、法規制としては。でしかもこれがまあ、いわゆる混合肺をこの間認めましたよね。いわゆる動物と人間の混合肺を、まあ、認めまして、まあ、それ でこれは先行きはいわゆる異種移植ですよね。まあ、動物の臓器を人間に移植する場合 の例外規定みたいな形でこれ認めちゃいましたけど、こういう言ってますとクローン肺を作っちゃいけませんよって言ってもいわゆるそういう混合肺まで認めちゃう。でだんだんこういうふうに間口広げていっちゃうわけですね。で公規制が逆に今緩和されていくような感じがしまして、規制を強化するって方向が見えてこないんですよ。でこれがやっぱり今の何て言うんですかね、経済優先といいますか、今の政治のなんか仕組みの一番根本的な問題だと。その辺はどうして毎日新聞さんは報道されないんでしょう。してると思います。なので毎日新聞は結構報道してま す, そうです、はい、読んでください。僕東京新聞ばっかりですね。
まあ、私の、 世界に書いた記事を載せてるんですが、大新聞が弱いです。毎日新聞は大新聞なんだけど、つまり読売とか朝日のね、科学記者っていうのは、要するに推進している科学者と非常に近いわけなんですよ。そういう取材源に近いので、考え方がおのずからそっちへこう寄っていくんです。そういうと、毎日はしっかりするという。ちょっとですね、私のこの十数年その辺のところをうろうろしてた関係で、そういう印象を持っています。まあ、原発問題もちょっと似たような傾向があったりしますけど、それそこまで広げるのは一人で今真和さんがおっしゃった中で混合愛というのがありましたね。これはまあもっと分かりやすいことで言うとキメラですね。それで動物性集合愛ですかね。動物性集合愛というのを認めた、これはまあ混合愛を初めて認めたということですから、要するに豚の受精卵の中に人の細胞を入れるということですね。それで豚の体の中に人の組織を作る、まあ、例えば膵臓とかを作れば糖尿病の治療に使える、人間の組織を豚の中で取れるということですよね。それから、まあ、その先に考えているのは心臓ですかね、まあ、豚のサイズと人間のサイズが近いので、その豚の体の中から膵臓になる部分を落としてやって、そこに人の細胞を入れると豚の中に人間の心臓ができると。これを移植してあげれば自分の遺伝子を持った心臓を豚から取ってくれると。これは日本がかなり一生懸命やっています。これも世界のがしのぎを削っているようにですね。でこちらの方の議論ではですね、私もアメリカ人の議論を聞いたことありますけども、動物の中に人を入れる場合に、それはどこまでもやっていいものではないだろうと、人間らしい性格が見えてしまうようになるとかですね、あるいは脳の神経細胞ですね、脳の方に人間の細胞が入っていくことはやめるべきだと。まあだから混ぜていくとどこまで歌なのかどこまで人間なのか分からないような存在ができて、そういうことも倫理的な議論としてすでにやっているわけですよね。まあ、そういうふうな、まあ、恐るべき状況に来ているということでございます。もう一つ手がかかる遺伝性疾患あるいは難病の治療ということが言われたんですけれども、私も障害者同士の中で優生思想あるいは優生政策を議論するときに筋ジストロフィーの人と一緒にちょっと議論したことがありまして、そうすると筋ジストロフィーの関係の人とかあるいはマテルスの関係の人たちがもうかなりその医療側からの要請に応えて自分の遺伝子情報を登録することに結構積極的にやってる人たちがいるんですよね。ということで、それはその話としてはその病気を治すためなんだということが言われてるんですけれども、とりわけでもこの、ゲノム編集の技術の場合に僕の理解の範囲だと、その今そこにいる筋ジストロフィーの人、そこにいる ALS の人とか、そこにいる難病の人が何か治るという話じゃないですよね。そういう資質を持った遺伝子の、受精卵をいじるということ以外ではないような気がするんですね。つまりそこに今いる難病の人は何も助からないというかいう気がしてしょうがないんですけど、この認識が間違っているかどうかを伺いたいと思うんですね。で逆にもし受精卵をいじるだけでしたらうまく
うまくって言っていいんだか、なんて言っていいんだかわからないけど、その、通常の意味で成功して、そういう病気がなくなっていったとしたら、今いる難病の人に対するいろんな医療とか、いろんなサポートの方法っていうのは、どんどん劣化していくと思うんですね。その結果、そこにいる人はますます苦しむという事態しか生まないような気がしているんですが、その辺どうでしょうか。まあ、もう一方でその iPS 細胞で今再生医療みたいな形でやってるんで、これがどうなるかっていうこと、かなりこれも危なっかしいことやってるなという印象しかないんですけれども、まあ、再生医療の場合はそこにいる人を治療するという意味でやってるのかという気もしてはいるんですけれども、なんかそれも、の危険性があるような気がします。それからもう一つは、これはちょっと物理的な話かもしれませんけど、医学医療が、そこにいる人の生活を支えるという観点ではなくて、治すということに重点を置いたときに、僕は非常に危険なものにどんどんなっていくような気がしてならないと思っています。以上。はい、お待ちください。とても大事な問題を、ね、まあ、一つとも言うし、いくつかで、まあ、高校生の話からゲノム編集だけじゃなくて再生医療、iPS 細胞とか iS 細胞を使う研究、まあ、どちらも私の言い方で言うと命の始まりの段階に介入する、あるいはそれを利用するという、そういう研究ですが、それは病気が治るというプラスの面ももたらすということで歓迎されているようだけれども、今その病んでる人はですね、かえってそれで福利を失うんじゃないか。例えばダウン症の子は今どんどん産まないように出生前診断 NIPT というので減らしております。そうすると今いるダウン症の子はいろんな国府主的な援助策があるんだけれども、孤立していきまして援助から外れていく、そしていてはならない存在であるかのように見なされてしまうというような問題もあるんじゃないかという、まあ、その辺のところなんですが、青野さん。ご質問ありがとうございます。今のご質問に対して2つ答えがあると思うんですけれども、一つはですね、まあ、ALS とか筋ジストロフィーとかの今現在そういう病気を持ってらっしゃる方々へのお話は今日の話は関係ないんじゃないかというお話だったと思うんですけれども、確かに受精卵へのゲノム編集の話を中心にしてしまったので非常にそういう雰囲気が出ていると思うんですけれども、で実は体細胞ですね、普通の細胞に対するゲノム編集を使った、まあ、従来遺伝子治療というふうに呼ばれてきましたけれども、まあ、それの、まあ、ある意味延長線上で、まあ、技術的にはもう少しまあ、できればその正確な体細胞への、なんですかね、原子操作ができるような技術というのは今もちろん開発され臨床研究も行われています。動物実験、臨床研究、いろいろな疾患についてそれぞれ段階が違いますけれども行われていますし、まあ、今多分 ALS 筋ストロフィーだと、まあ、動物実験レベルもしくは、まあ少なくとも筋ジストロフィーや動物実験レベルで体細胞の遺伝子治療の動物実験レベルでは行われていますし、ALS がごめんなさい、今どの段階にあったかちょっと定かに思い出せないんですけれども、いずれにしても受精卵ではない体細胞の、つまりすでに疾患を持ってらっしゃる方を対象として、治療をしようという試みはそのゲノム編集を使って、これは世界で行われています。ですので全くその今のゲノム編集を使った技術が単に受精卵を対象にしたものということではありません。
でもう一つはただしということですね。やはりあのその受精卵編集という話が出てきて、まあ、あのそれだけでなくてもとにかく病気をなくすんだということばかりが目的にされてしまうと、実際にはそういう病気を持っているから、あのさっき一番最初の話で申し上げたかと思いますが、どう事実が進んでも多分あの障害なり、この病気なりというものを完全になくすことはできないでしょうと。そうした場合はやはりあの、社会がそれを受け入れ、その自然体制を整えていくということはあの必要最あの必ず必要なことで、どんな技術がでも必要なことだと思いますので、ご指摘のようにそのもうなくせばいいじゃないかということだけで、あの全てが解決することはありえないですし、必ずあのサポート体制というのを整えた上で考えていくべきことだというのはおっしゃる通り でご心配になるのもあのそれは当然かなというふうにも思いますし、まあ、それは私たちが、ね、考えてそれはまた訴えていかなければならないことかなというふうにも思っています。さて、あの ALS筋萎縮性側索側硬化症というのは筋肉が次第麻痺していって、もう口も動かないけれども頭は全くクリアであるというですので、ほとんど動けないけど、あの車椅子があり援助者がいれば十分に人とコミュニケーションを取れて社会的活動を準備できるという方たちで、日本ではかなり積極的に発言をしていらっしゃいます。でそれの治療を、iPS 細胞などを使ってやる可能性というのも進んでいます、ね。まあ、そのゲノム編集を使って、何か発生できないかというふうに考えている研究者ももちろんいるわけです。それからいろんな事故で脊髄損傷ですね、この方は足が動かないので車椅子使っているというような方がたくさんおられまして、こういう方たちは早く ES 細胞とか iPS 細胞を使って治療ができない、まあ、そこにまたゲノム編集技術を合わせて使うということもあるかもしれませんけども、そういう運動をされている方たちは確かにいます ですね。ですのでそういう辛い立場の方がぜひ研究を進めてくれるというふうな声があることは確かで、これを障害者の中で声が割れるということもあり得るかと思いますが、なかなか難しい問題になると思います。はい、他にいかがでございましょうか。あ、どうぞ。ちょっと馬さん先に出してからですかね。すみません、はい、一つだけちょっと付け加えさせていただきたいんですけども、以前ちょっと NHK の仕事で一応協力したことがあるんですけども、南大西洋にトリスタン・ダ・クーニャ島という島がありまして、ここは本当に移民数家族で始まった島で、遺伝子がかなり均一というか非常に近い感じの人たちなんですけども、あそこの3分、はい、どのぐらいでしたかね、ちょっと割合忘れたんですけども3分の2だと思うんですけども、まあ、人たちが喘息を持ってるんですね。でそこにカナダの研究者が行きまして、で、まあ、喘息の治療のために協力してほしいっていうことで、血液を採取してきたんですね。で、まあ、そして調べて喘息の遺伝子を突き止めてたんですね。で そのカナダの研究者にお金を出してたのが実はアメリカのベンチャー企業だったんです。でそのアメリカのベンチャー企業がそれを特許にしたわけですね。でそうしますと問題なのはその喘息の、治療、いわゆる治療法はというよりもその生まれてきた時に遺伝子診断ができるということになるわけです。でそうしますと、遺伝子診断する際に、これ遺伝子診いわゆるそのベンチャー企業が特許にしましたので特許料が請求されるわけです。
で、まあ、その結果ですね、まあ、診断が事実上できない状態、あるいはその診断した場合に高額の特許料を支払わなきゃいけない、でそういう問題というのは実は出てきちゃったんですね。まあ、こういうまあ、言ってますと遺伝情報を収集するっていうのはですね、今もういろんな分野で行われております。まあ、先日も私たちの周りで非常に問題になりましたのは化学物質過敏症の方が今増えておりまして、でこの化学物質過敏症の血液が欲しいっていう研究者がいるもんですから、でそれで研究者に血液を提供するか否かっていうかなりの方がやっぱり協力で血液を提供されてるんですよ。でそうするとそれによってですね、何が起きるだろうかっていう想像力がやっぱりものすごく必要だと思うんですね。で先ほど障害あるいはこの難病の方が血液を、まあ、いわゆる遺伝情報を提供するというのがずっと広がってる話がされましたけど、これもいろんな分野で広がっておりまして、で問題なのはそのいわゆる治療、まあ、治すあるいはその、まあ、いわゆる診断の遺伝子を、まあ、いわゆる、まあ、決める、まあ、こういうレベルでとどまらないわけですね。まあ、言ってみるとそれがですね、特許化されてですね、経済の論理の中に乗ってってしまうんですよ。だから今そういう社会になってしまっておりまして、だからまあ、そういう意味ではですね、治すあるいは治すという問題ももちろんあるんですけども、まあ、そういう実はですね、そういう社会の仕組みの中にこういう問題が組み入れられてしまっていますよっていうこともまた一つ追加今の話にちょっと付け加えさせていただきます。高田という会社員のものです。ありがとうございました。今の安倍政権等に関する動向についてのすごく問題提起です。特に安倍政権というのは今NHK の経営委員に長谷川美智子を置いたりとかいうふうに学問に対する、まあ、通信とか一切はない一方で、やっぱり、ノーベル賞の数を増やしたいということを言ってまして、私もごどごどだったらいいんですが、きつい問題提起です。本庄佑さんが書いた本、ブルーバックスでゲノムが語る生命像というのがあります。でこちらは、どういうことが書いてあるかというと、ですね、組み換え動物の技術はしばしば人間にとって制御しがたい生物質を生み出し、人間社会を破壊してしまうかのようなホラーストーリーの材料にされる。しかし現実に考えて、多くの寄付は感情的な反発によるものが多く、科学的な根拠によるものではないと書いてあります。その前の個別のページにこういうことがあります。アメリカ産のトウモロコシはほとんどは組み換え DNA で種子で作られており、アメリカ人は数十年も大量に消費しているが、これまで何らかの健康被害が報告されたことはない。それからその数ページ前では、少しは外れますが、原発事故が原因の障害被曝が100ミリシーベルト以下では発がん性が増加するリスクは事実上ないと書いていらっしゃいます。で私は懸念するのは、日本人にあるノーベル賞崇拝、物心崇拝、狂熱が安倍政権のこういった状況を助長することになりましたねということです。で本当であれば、ノーベル賞の学者であれば、安倍政権の反学問的、反知性的姿勢を批判するべきであるのにもかかわらず、むしろこういう人がいる、まあ、私、愚毒であることを願いますけれども、そういったリスクを今後考えていくべきではないでしょうか。そのために先ほどの話、私は詳しく知らないですけれども、山中伸弥先生の発明が安倍のそういった動向に使われたり、本当であれば私は山中先生が安倍を批判したりすることがあったと思ったんですけども、いかんせん私はそういった動向を不明にしていませんので、そういったノーベル賞が今の日本の、イノベーション会議の、促進に使われる権利もないのかという問題提起でございます。ご誤解でしたらお許しください。以上です。はい、ありがとうございます。先ほどアメリカの共和党の話が出ましたが、生命科学に関して言うと、共和党は、まあ、どっちかというと右派ということになりますけれども、の方が生命科学に対してはやや警戒的というか、
あの抑制的ですね。抑制的なんですね。で、民主党のクリントン政権だったら、ブッシュ政権の時に抑えられたものが、あのどんどん自由になったというような流れがあります。ですので、あの、まあ、安倍政権はどっちかというと右派ということなんですが、右派と左派ということがそううまくどういうふうに対応するのかというのは容易じゃないところもあると思いますが、近藤先生の方は私もあの読んだこともなかったんですが、今伺ってですね、ちょっとあ困ったなという感じがしますね。正直言うとあの発行があの初版は86年ですが、改訂版ということで出たのが、これは、ノーベル賞の受賞の決まる前です、2012年です、2012年、あの、その段階で、本庄先生の、原子力に関する認識は、あるいは放射線の健康被害ですかね、認識は、ちょっと足りなかったんじゃないかなと私は思いますが、あのその辺はまた読んでみたいと思いますが、トウモロコシについてはいで、あの、言うのに、あの、トウモロコシについても認識は甘いですね。あの結構あの、例えばですね、あの動物実験ですとか、まあ、例えばそういうあの、例えばあの牛とか豚などの実態調査なんかはかなり行われているケースがあるんですね。そうすると、例えば豚なんかで不倫がですね、増えたりとかですね、あるいはその、微生物でもですね、あの遺伝子組み換えのトウモロコシがやっぱり栽培が広がったもんでですね、あの微生物に変化が起きてですね、これがあの例えばあの豚のですね、あの病気を増やしたりとかですね、まあ、そういうあのケースもありますし、でそういうあの調査も結構あるので、あの、甘いと思うんですけども、あのその論理っていうのは実はですね、遺伝子組み換え作物食品の推進している人たちに共通の論理です。で必ずそういう論理を用いたします。だから おかしいこと起きてないじゃないかっていう、あの確かにですね、あの問題なのは今やっぱり私たちの体って大きな変化が出てるんですよ。でだけどこれの原因は何かっていうのを追求するって極めて困難です。まあ、例えばですね、あの大気汚染がありますし、先ほど言った放射能の汚染もありますし、いろんなものがありますから、これが遺伝子組み換えと結びつくっていうのをあのいわゆる検証するのは大変に困難です。ですけどそのためにあのいろんな動物実験が行われるわけですね。でその動物実験例っていうのは今すごく増えてきておりまして、まあ、やっぱりそういう意味ではあの、より困ったのかなと思います。だからもう一つやっぱりアメリカではですね、あの今お母さん方が立ち上がってるんですね。で、お母さん方がやっぱり今子どもたちの体がですね、やっぱりかなりあの、問題が多くなって、で特にやっぱりアレルギーの子どもたちや発達障害の子どもたちがすごく増えてきて、でこの子どもたちをなんとか、やっぱお母さんたちはやっぱりすごく自分の責任だと感じちゃうんですよ。でそれでですね、やはりあのお母さんたちがですね、やっぱり子どもたちの健康ってやったら回復できるんだろうかってことでですね、あのいろいろ取り組みを始めまして、これが全体に今広がってるんですね。でその結果ですね、やっぱり一番大きな問題っていうのはやっぱりあの農薬の問題だろうと、でいうことに行き着きました。で特にやはりあの遺伝子組み換え作物に使われている農薬がですね、あの非常に多いんですね。でその問題のあるのが、でそれでですね、あのお母さんたちが遺伝子組み換え食品をやめて有機を食べようと、有機っていうのは農薬を使ってないものを食べようっていう運動を始めたんですね。でそしてあの、で続いて子どもたちの健康がですね、あのだんだん、まあ、劇的にはいかないにしても徐々に回復していく、それをですね、インターネットでどんどんアップしていく、そういう運動を始めたんですね。でそれがですね、やっぱりアメリカではすごく功を奏しまして、今アメリカではですね、有機、いわゆるオーガニックの市場がですね、7% から 8% ぐらいになってるんですよ。で日本今オーガニックの市場って 0.2% ですから、まあ、そういう意味では非常に大きなあの運動がですね、このオーガニックの市場を広げるようになって、
で、こういうようないろんな取り組みもありますし、でこれはあのホームページもありますので、ぜひ見ていただければと思うんですけど、まあ、そういうふうに考えるとですね、何か影響が出てないからっていうんで、いうのはやっぱりあのちょっとおかしいですね。もうあの、あのいわゆる現実を見ようとしないんじゃないかなっていう気はいたします。ありがとうございます。やっぱりあのノーベル賞だからといって目がくらんでいけないっていうあの無駄無駄の全然ないですけども、はい、わかりました。ありがとうございました。すみません、青の、はい、受精卵のゲノム編集はすべきか、あの理由は規制してますけど、でも自由は受精マシンだ、着床マシンだ、すごいバリバリやってるんですよね。これゲノムですよね。ゲノムで使ってる。というのがだって合理的なんじゃないかと言われてるんですけど、合理主義だと。で、まあ、ゲノムの食品は規制しましょうって、要するに外国には入れないようにし、あ、自分の方は入れないでください、入りませんよってガードしておいて、でも国民を昨日のゲノム編集にやって着床マシンなんで、そういうことを増せないようにして国家保障させようというわけですよね。ある面では優先しそうですよね、なんとなく、なんか、そういうことはなせないっていうのが、そこのところがはっきり皆さん、わりかと分かってないんですよ、理由って、結構そういう合理主義だよっていうところが、青野さん、どう思われますかっていうところを聞きたいかったんですが。私も EU 全体がどうなってるか、あまり本当にあの詳しくあの把握しているわけじゃないんですけど、先ほどあのちょっと私もだからイギリスはかなりプラグマティックなところがあるというふうに申し上げたのは、ある意味その土台は何か抑えているんだけれども、現実に対応をするときにはあの非常に現実的な対応を取るというところがあるというのが、私もイギリスに対しては抱いている印象です。そういう意味では、ですからあの、まあその法律で先ほど言ったような HPV アクトという法律では、まあ、受精卵の部分を抑えていても、それぞれの技術については認めてきたときには、まあ、一応それを議論はするけれども、こうだんだん規制を緩めていくという部分はあの技術にはあるように私も見ていますと、だからそういう意味では何か非常に厳格な何だろうな、その受精卵には手をつけませんみたいな、そういう非常に厳格なものをこうずっと守るということともちょっと違うだろうなと思っていますし、まあ、例えばあの先ほどちょっと最初にちょっとだけ言いかけたあのミトコンドリア置換についても、その 法律のある種例外規定として今認めたわけですね。つまりミトコンドリア病の、まあ、あのそれもあの子供に伝えないためにミトコンドリア、まあ、ミトコンドリアの細胞のその核以外の部分、細胞質にいっぱいある小さな器官で、その中に独自の遺伝子を持っているわけですけれども、それの、まあ、異常によって病気を起こるわけですけれども、まあ、母系で伝わるので、母から伝わるものですけれども、それをあの伝わるのを防ぐために、いわばその、どこの家の、その異常のある、女性 その、まあ、いくつか方法があるんですけれども、まあ、例えばその卵子の核を正常な卵子の核と入れ替えるみたいな、そういう方法については、まあ、これも世界的な議論になっているものですけれども、まあ、イギリスは議論の末にそれは認めるということにしたわけですね。まあ、そういう意味でまあ非常に現実的で、だからその現実ということがいいとか悪いとかいう価値判断をしているのではなくて、目の前に何かそういう技術がやってきたときに、ある場合にはそれをこう規制を緩めていくという部分はイギリスには確かにあるなと思います。ただそれがすみません、 EU 全体として見た場合にどうなのか、これはフランスとか、まあ、フランスとドイツも違うと思うんですけれども、ドイツはやっぱりかなりあの人配の操作については厳格な姿勢を持っている国というのが私の印象なんですけれども、まあ、遺伝子操作についてもそうだと思うんですけれども、それぞれだから EU でも違うけども、まあ、EU というのは EU 全体として、まあ、あのスウェーデンとかはかなり自然な水害が、うん、もう無料でやってくれるという、やってくれるという言い方どうなのかわかんないですけど、奨励してるみたいですね。だまあ、確かにだから出生前診断、さっきもおっしゃったその新型出生前診断というか日本で出るものも、あの確かにイギリスはかなり広く行われていると思います。まあ、アメリカもそうでしょうかね。で、まあ、今まさにそれは日本でもそれがどこまであの広
広がることになるのかというのが一つの議論の対象になっていると思います。で、まあ、ただやっぱりそれを考えるにつけ先ほど のことと一緒なんですけれども、まあ、なんかこう考えるその議論の土台、何によってこの問題を考えればいいのかというのは非常に日本では難しい、手がかりがつかみにくい。でそういう意味ではさっき島本さんがちょっとおっしゃった西洋的な、そういう宗教的なバックグラウンドから考えるのは日本ではアジアでは無理でしょうか。ついてはサステナビリティから考えたらどうかとおっしゃったと思うんですけど、私それちょっと意味がよく分からなかったんですけど、すいません、私から急にこっち質問を振っちゃいますけれども、それももしよかったら簡単な結果ですね。はい、出生前診断、出生前診断、まあ、日本ではダウン症のを長らくするんですね。で、かつては羊水検査を中心にやっておりました。でこの段階では日本はあまり積極的ではなかったんですね。同じ時期にイギリスではですね、二分脊椎という病気があるんですね。これを見つけるのにまあ、ダウン症ももちろんいるんですけども、かなり使われてイギリスの方が積極的でした。で私はその頃は90年代、2000年ぐらいですかね、アメリカで、まあ、そのアメリカやイギリスの学者と議論した時に、まあ、ピーター・シンダーっていうオーストラリアの学者がいるんですがね、まあ、私はやっぱりこう産まない、ねまあ、見つけたら中絶するっていうのはその子はそのこと望んでないでしょという議論をしたら、いやいや、そのことはない、これは病気を治すのと同じだと、つまり病気を持っている子の代わりに元気が来るんだからという議論をしてびっくりしたことがあります。でこれがまあ、ピーター・シンガーというのは功利主義というんですよね、まあ、イギリスの哲学の基盤になるわけですね。それはまあ現実的な対応ということなんだけども、別の言葉で言うと原理的に考えないという傾向があって、まあ、ピーター・シンガー的な考えだと脳死段階よりもっと早く人の臓器を取るためにですね、例えば食事状態の人間なども死なずにしていいんじゃないかみたいなね、そういう議論さえ出てくるわけですね。ですので私もこの理解ではさっき悪の数十個とちょっと言ってしまったんですが、すいません。イギリスはどっちかというとそっちに入るという概念になっております。で、まあ日本はその羊水検査の段階では慎重だったんだけれども、その新型検査、これは母親の血液の中に子どもの血液が混じっているのを調べることができるようになったということで、非常に簡易に簡単にダウン症の子を見つけることができるんですね。これを急に広まったんですね。でこれは高齢出産がとても多い、高齢出産が増えたということと非常に関係します。日本は不妊治療が非常に多くて、それは高齢出産と関係します。ですので35歳以上の人が多いと、そうなると、そのダウン症の子が生まれる可能性が高い、ダウン症だけじゃありませんけど、染色体異常ですね。そのための検査をまあ、医師の方も広めたい、心配になるお母さんの方は、まあ、断る人もいますですね。まあ、である段階は医師はそういうものを進めるべきじゃないという判断を日本の産婦人科の学会はそういう考えを取ったこともあるんですね。しかし今はそれを進めちゃっているようになりまして、この6、7年代ですかねに出生前診断に対して日本は急速にプラスの方向に向かってしまったという、そういう変化だと思います。で、この生殖補助医療をどんどんこう進めていって、それとともに出生前診断も進めるというようなことは、非常に問題が多いと私は思っております。でそれから、まあ、ですので、イギリス的な功利主義というのが、例えば14日というのも結局イギリスの委員会、その後の委員会というので
決めたんですが、どうして14日なのかっていうのはあんまりはっきりしない、まあ、電子戦場っていうのが現れるというようなこと、つまり背骨の元になるようなものが見える、まあ、そこの段階で14日っていうことなんですが、まあ、こういうのを決めるのはすごく前です。つまりこの辺があの手の打ちどころだみたいなところを決める、そういう現実的な決定をするのがとても重要なんですが、しかしその現実性というのはですね、私非常にこうショートサイクルであると、つまりここしばらく自分たちの優位を保つんですね、まあ、戦争に勝ち続けていくんやでね、まあ、そういうふうな、ちょっと偏見すぎません、言い過ぎるのかごめんなさい偏見がありましたらごめんなさいですけども、長期的なですね、そういう未来世代の責任という観点、これが欠けてるんじゃないかと思うんですよ。つまり自分たちの今被害が及ばないとどうしても軽く見るんですよ、どっかで解決してくれるかみたいな。原発まさにそうですよね。だから想定外って言うんですよね、まあ、よくわからない、まあ、さっきの遺伝子分解もそうですが、自分が生きてる間には影響を及ばないわけですから、そういうことに対して敏感にはなれないんです、人間は。そのことを刻み込まないといけないというのが責任の倫理で、サステナビリティということだと私は理解して、どうやったら持続できるのか、何十世代先、何世代先、何十世代先ということを我々が今生き続けていることも同じように重要なんだと、まあ、そういう観点を持ちながらということを言っています、はい。おかげさまで言いたくて言いましたはい、他にいかがでございましょうか。講師の先生どうもありがとうございました。それで特に私の意見ということで、答えはまとめないんですが、今日の、毎日の、青野先生の姉を見ましてですね、ゲノムの編集の今の現状が、ただ単に生命の物理、学者だけじゃなくてですね、もう一つ、もう要するに産婦人科の医療グループと結んでこう実験をしたんだっていうことと、それからもう一つはアメリカの方でも、そんな実験をするんだってことをこう述べたらしいんですが、なんだこうそれだけで終わってしまって、なんかアメリカの方は動きはなかったって、この二つがですね、特に今日の記事で目にした、ところでですね、なるほどなと思って、要するに今の技術はチームでやらないと、ゲノム編集のそういった子どものことも出てこなかったわけで、そうすると今度は次に問題が起こるとすれば、産婦人科の問題がこう出てくるわけですよね。そうすると日本でももうすでに熱類医師によってなんかその生殖補助異常ということで、かなり進んでいる状況があるので、逆に言ったら、日本の状況も怖い状況にあるんだなっていう再認識したんですね。それで青野さんには引き続きそこら辺をこうウォッチしていただきたいなというのが言ってると。それから島園先生は、まあ、一つの解決法として生命倫理っていうところに焦点を当てていると私は思ってるんですね。まあ、いろんな解決法、例えば法律を作るとかっていうこと、もう一つの解決法なんですが、どうしても生命と法律というとですね、どうもこう相性が悪いんですね。だから生命関係の法律とか、それから天川さんの今問題にしている食品の問題でも、食品の問題をこう政治的に解決するっていうのはなんか相性が合わないっていうか、だから、我々がこう問題を見ていくときには、政治的になんか生命の問題とか食品の問題に絡むような法律とかそういう政策を取ると、これは
危ない傾向だなっていうですね、こうなんか頭の中で、そういうふうな思考を取ることが非常に大事だなというふうな感じで思いました。それで何で相性が悪いのか、生命と法律って相性が悪いのかというと、どうしても法律で規制するとどうしてもそこに権力の問題が入っていくんですね。人をこう、強制するとか、あるいは一つの価値観でもってこう法律で縛っていくとか、それに対して島薗さんの取り組んでいる倫理の問題っていうのは法律じゃないわけですよね。要するに、まあ、言い方おかしいんですが、一つの文化っていうのかな、なんかそういう、こう一つの日本の社会の中のこう文化の力でよって、そういった生命の問題とか食品の問題を扱うという、一つの試みだと思います。そうするとやはり今のうちから、今の生命倫理の問題で、その生殖の問題とか食品の問題を取り上げるっていうのは遅くはないですね。今からこう我々の方で、議論して、何らかのこう一つの、どこが問題なのか、どこが、今後問題になっていくのかっていうのをですね、提起するというのが非常に、大事なわけで、そうするとよりどころとしては今のところは倫理の問題でしかこう提起できないような、感じがしてですね、非常にその点島薗さんの試みっていうのは、法律によらない試みっていうことでその点では評価しているので、まあ法律になるような事態がなればですね、これは怪しいっていうことで、まあ結果論的にはまあ私は反対の立場を取るんですが、まあ、そういう事態になる前にも、早めにですね、やっぱりアラームを上げて、議論していく場が必要なんだなっていう、そんな感じ、思いました。以上です。はい、ありがとうございます。ですね、法律にはやっぱり人の命を守るときにやっぱり法律言わなきゃならないというそういう面があると思います。それでそういう面で法律も変化し社会の変化に伴っていかにすれば人の命を守るか、まあ、人権という言葉でとりあえずは定義されてきたと思うんですけれども、その人権を守るためにどのような法規範が必要かということに対して、やはり事態の変化を組み込んで変わっていかなきゃならないんじゃないか。ですので倫理で考えてそれが法に具体化していくという、そういうことが必要なんじゃないだろうかというふうに思います。でヨーロッパの方はですね、ナチスの経験とか妊娠中絶の問題とかいうのを踏まえて肺を守るというそういう規範を作って、それは先手だったんだけれども、やっぱりちょっと普遍性に今かける。それからもう一つは科学技術というものに対してやや楽観的な時代にすらできていると思いますね。で今やそれとは違う段階に入っていかにして人類としてそういう命を守るための規範、共同規範というものを見出していくかという、そういうことが来てるんだという、まあ、そういう認識です。で、この問題に本当はですから哲学者人文学者の総力を挙げて取り組まなきゃならないと思うんですが、残念ながらそういう認識を持っている学者が少ないと思います。まあ、ですので法と生命というのがそぐわないというよりも、その政治に対して命を守るためにはいかにこれを法に具体化していくのかということですね。
工学者もそういう問題意識を持っている方は多いと思います。ですので、そういう意味で今日は工学者の方がいらっしゃらないんですが、今日はここにいらっしゃらない例えば生命科学者でもですね、先ほど本庄先生は素晴らしい先生なんですが、点々点という話になりましたけれども、このゲノム編集の研究をされている先生方とも我々やり取りをしながら非常に信頼できる先生方とお話しする機会が多いです。で、法律関係の方も非常に鋭い問題を持っている方がおられて、そういう声を集めて、このゲノム問題検討会議も、そういうことのために、できているというふうに理解しております。何か思いますでしょうか。もう終わりに近いなので一つだけちょっと付け加えさせていただくと、倫理あるいはその指針ですね、それと法律っていう問題が出てまいりましたけど、もう一つ規制できる方法がありまして、それが国際条約というなんですね。で、去年11月に生物多様性条約の締約国会議がありまして、これでエジプトで行われたんですけども、それに向けてですね、世界の市民運動がですね、結束しまして、この生物多様性条約締約国会議に言ってみますとアピールしたわけですね。で、その結果ですね、遺伝子ドライブ技術というのがあるんですね。でこれはゲノム編集技術をですね、いわゆるノックインとよく言うんですけども、遺伝子ゲノム編集の仕組みそのものを遺伝子として組み込ん で, でそれでそれを拡大する仕組みを開発した、わけですよ、研究者は。でそうしますとですね、例えば蚊ですね、例えばマラリアとかそういうデング熱を媒介する蚊にですね、絶滅させるためにですね、この数匹蚊を放てばですね、全滅させることができるっていうですね、そういうなんとも恐ろしい技術を開発しまして、で、これをですね、なんとか食い止めようっていうことでですね、結束して当たったんですね。でその結果、生物多様性条約の締約国会議がですね、これが合成生物学というんですけども、合成生物学という分野がありまして、でこれは生物を人工的に合成しようという仕組みを今作りが進められているんですけども、それの規制を考える専門家会議にですね、かけられました。で、そこでの議論の後ですね、ある国際社会の中でですね、この締約国会議の中でですね、これについてはやっぱり予防原則を適用するということが決まったんですね。ですから、いわゆる遺伝子ドライブに関してはやっぱり予防原則を適用してですね、いわゆる勝手にはやってはいけませんよっていう仕組みを国際条約の中で確定させたんですよ。でこれは大変重要なことでですね、やっぱり私たちがやっぱり働きかけるのはもう一つあるんだぞと、言ってみますと、そういう国際条約の中で、そういうことができるんだぞということを付け加えさせていただきます。遺伝子ドライブ国際条約になっていますというのを知らなかったそうなのか今ちょっと思ったんですけど、それとしてですね、最初に申し上げたかもしれませんが、やっぱり日本はその人受精卵の扱いを包括的に合理じゃないというのは非常に私は個人的には弱点であると思っているので、あった方がいいと思っているんですけれども、でそういう議論を繰り返し繰り返しされるんですけれども、法律を作るには時間がかかると。で今目の前にあることに対処するためには、まずそれをなんとなく棚上げするという形でずっと物事が動いてきているんですね。それだけの編集に限らずその前の、普通の生殖向上理論についてもそうだと思います。でそれどっかで何かやらないと結局そのまま時間がかかるから手間にもかかるしということで先延ばしにしてしまってきて、でまたあるとこういう電子の問題が起きて、さあどうするんだみたいなことというので、やっぱどっかで腰を据えてやった方がいいと思っているんですけれども、
それどういうふうにしたらそのことに持っていけるかというか、あのすみません、私も情けないのによくわからないということなので、その辺はどうしたらいいですかねっていうのが私の、あのちょっと課題というのがあるので、この辺はどう気づくものさんなんでしょうか。どうすれば現実にされていくかというのはちょっと私の課題だね。はい、ありがとうございます。最初に田中さんがおっしゃったことの中で、まあ、今すぐもうダメにすればいいじゃないかというのがありましたけれども、まあ、法律を作るといってもですね、今の国会議員の中で動くという人は、いるとしてもわずかでしょうね。それで、まあ、今日は言ってしまったからもっと言っちゃいますが、まずは大臣の特定の名前はありませんけれども科学のあたりから自覚を深めてほしいなという気がいたしますが、やっぱり世論が重要だと思うんですね。その国際条約を結ぶにも背後に世界の世論があるのでですね、そういうこういった、まあ、なんといっても地球温暖化の問題があり、京都議定書とか会議とかに至る、これは人類社会で科学技術の発展、まあ、経済組織の発展について規範を決めたわけですよね。そして今いろんな方向にこういう方向に行かなきゃならないという人類共通の認識がこの分野ではできているわけですで、この生命科学の分野は私はそういう意味では奇妙に遅れているというふうにも言えると思うんですね。でこれは医療の恩恵ということを我々が重く理解してきたということが大きいと思うんですけれども、実は大変クリティカルなところに来ている。まあ、私はもしかすると狼少年かもしれないんですけれども、今回、日本哲学会、日本倫理学会、日本宗教学会の3学会の声明が出たというのは、ちょっと私、日本の学術界の歴史にちょっと残ることになるんじゃないかと思っています。ですので、ゆっくりではあり、いやいや頼りないく見えると思うんですけれども、例えばこういうふうにして理解を広げていく、こういう集いを持ってですね、こういうようなことの積み上げの中から変わっていくことがある。それをしていく努力をますます積み重ねていきたいと思います。私にとっては天笠さんや阿保さんは本当に頼りになる先輩ですね。今後もますます活発に意見交換をさせていただきたいなというふうに思っております。まあ、そういうことで今日は大変熱心に皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。これをもちまして、